ただいまより大学設置学校法人審議会、学校法人分科会、学校法人制度改革特別委員会第5回を開催いたします。年度末が近づきますご多忙の中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。またご承知の通り、昨夜遅く東北地方に強く大きな地震がございました。被災にされた皆さん、また不自由や不安を覚えて生活を送っておられる皆さんに対しまして、当事会一同より心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りを申し上げます。また同地域の大学、学校、幼稚園等々におかれましては、年度末のさまざまな行事を用意されていたところであろうかと存じます。こういう時期ではございますけれども、無事それらが進行されますことを合わせてお祈りをいたしておきたいと思います。で、本日も新型ウイルス感染症対策のために Zoom を用いたウェブ会議として開催をいたしまして、その様子を YouTube ライブ配信にて公開をいたします。会議資料、音声など改めてご準備よろしいでしょうか。はい。それでは議事に入ります前に、事務局から連絡事項と本日配布配信されております資料の確認をいたします。よろしくお願いします。私学行政課の相原でございます。本日もよろしくお願いします。記者からも冒頭お話をございましたけれども、宮城県福島県沖の地震、一日も早い復旧、学校活動の再開をお祈りしたいと思っております。本日もウェブ会議の運営につきましては、ご発言にあたりまして、画面に向かって挙手をされるか、Zoom の参加者ボタンから手を挙げる機能を使っていただくか、そして主査の指名を待ってミュートを解除してご発言をいただき、終わられましたらミュートに戻していただくということで、よろしくお願いいたします。本日の配布資料につきましては、議事次第の通り、資料1から4まで、そして参考資料の1から4までとなっております。資料の1が、最後に残された論点に関しての刑事罰についての資料。それから、資料の2と3は、これまでの主査覚書に議論も加えた形で事務局でまとめ直した報告書案、そしてその概要と。そして資料の4は、前回のお配りした規模に応じた対応案、少し性格を期して用語等の修正を施したものということになります。また参考資料におきましては、参考資料の2が各私学関係団体の意見をまとめた表と、そして参考資料の3と4は、また後ほど事務局の方から紹介いたしますが、委員構成委員以外の団体からのご意見ということで届いておりますので、ご紹介になります。以上です。はい、ありがとうございました。それでは議事に入りたいと存じます。本日の進め方でございますけれども、ご案内の通り、まず議題1といたしまして、学校法人ガバナンス改革に関する個別論点のうち、まだご議論を、ご意見をいただいておりませんでした、私立学校法における刑事罰のあり方についての部分を討議させていただきます。で、その後に、私学行政課の方でおまとめをいただきました報告書案について討論を進められればと考えております。本日も約3時間の長丁場の時間を頂戴をいたしておりますので、途中で10分間ほどの休憩を取らせて進めさせていただきますので、どうぞよろしくご協力のほどお願いをいたします。それではまず、事務局から資料の内容の説明をお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。私学行政課です。まず資料の1のご説明をしたいと思います。昨年末の文部科学省におきます私立学校ガバナンス改革に対する対応方針の中におきましても、
刑事罰のあり方というのも含めて、表示事案を踏まえて、検討するということの要請がされておりましたところ、この会議におきましても、主な論点ということで、前回まで主な論点の資料を配布させていただいておりましたが、その中でも論点の7の3だったかと思いますが、その刑事罰についての意見も紹介をさせていただいておりました。今回、改めて最後にこの個別の論点ということで取り扱い、審議をお願いするわけでございますが、今回、この刑事罰につきましては、私立学校法の中に、この1ページは特別背任罪ということ、それから2ページは贈収賄罪、そして3ページは目的の範囲外の投機的取引、そして不正手段による認可の取得という4つを掲げておりまして、それに相当するですね、刑事罰が一般的な法人の法制においても近年は取り入れられているということが一般的でございまして、4ページ、5ページに一般社団法人法、そして公益認定法というところにおける同様の刑事罰の取り扱いを参考として整理をさせていただいております。1ページに戻っていただきまして、特別背任罪につきましては、とりわけ学校法人の財産法。同様に3ページの投機取引についても、これも学校法人の財産の保護というような部分が法法益ということになります。また、2ページの贈収賄につきましても、これも役員等の職務の公正といった部分が法法益ということになります。また、この贈収賄も、それから3ページの不正手段による認可取得という部分も、一般的に学校法人、あるいは学校法人制度に対する社会一般の信頼というのも保護法益に射程に入ってくるというようなものとなっておりますが、いずれもこの保護法益につきましては、教育のために管理することというのを付託された財産を守っていく、あるいは役員の職務の執行の公正を担保していくということでありまして、これらはいずれも、ガバナンスの問題を防止していくという、刑事罰ということであろうと思います。冒頭、一般法人法についてもご紹介いたしましたが、他の法人制度、社会福祉法などもそうでありますが、他の法人制度におきましても、このような刑事罰というのが、一般的に整備されてきているという状況がございまして、その中では特別の法人制度というのを別の法律で学校、私立学校については学校法人について私立学校法という別の法律で定めるが仕組みであるがゆえに、このような罪、刑事罰というものの扱いはその特別な法人の法制において整備しなければ適用されないというような状況が生まれているというようなことでございます。従いまして、ここでは、性善説か性悪説かということでは必ずしもなく、そのような刑事罰の未整備状況というのを改善するということが、他の法人とも比べて、信頼向上確保ということにつながっていき、ということであろうかと思っており、また、まともな通常の運営というものをされているケースに対して、一切、この刑事罰の導入に関しては、影響というのを及ぼすものではないというふうにも考えておるところでございます。でも実は改めて、この刑事罰、他法人と同様に、それぞれの特別法人法制の中において整備するという方向性についてご意見が賜ればというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの資料1で、私立学校法における刑事罰のあり方についてというところをまず、皆さん方から、
ご意見、またそれに先立つご質問等をいただきたいと思います。はい、重永にどうぞ。今のではないんですけれども、前回第4回会議における米沢先生のご質問に関することについて、私が少し意見を申し述べたものですから、それに関して発言しなくてもよろしいでしょうか。グループ系のところ、学校法人のグループ系に関するところで最後にいくつかやり取りいただいたところかと思いますが、先やりますけど、ちょっと後でご用意されてる。恐縮でした。ご用意いただいているのでございましたら、じゃあ今の掲示板のあり方についてのご意見に賜るのを少し置きまして、先に、杉原先生からコメントいただきたいと思います。どうぞ。はい。恐れ入ります。もう前回第4回会議のですね、最後のところで、米沢先生からお話しいただいたことにつきまして、その後、まずもう少し復元していただきたいということで、勝手なお願いしましたけれども、米沢先生並びに私学行政課のですね、スタッフの皆さん方に、お手数をおかけしましたが、大変ありがとうございました。よく分かりましてございます。で、米沢先生の、ご質問といいますか、ご意見について今ここで繰り返しませんが、私の、考えましたことをちょっと、申し述べさせていただきますけれども、まず結論的にはですね、米沢先生のご心配は杞憂ではないかなというふうに、私は考えております。同一グループの学校群においてですね、学校グループにおいて複数の学校法人に分けまして、それらの理事長を親族や、近親者あるいは関係者で、全部占めるというのは大変難しいというか、そういうふうにする方が力の分散にですね、むしろつながって、学校運営が非常にやりにくくなるのではないかというふうに思いまして、そういう方法を取るところはあまりないだろうというふうにこう思ったところでございます。で、それで私どものですね、東京都市大学グループと申しますけれども、大臣所轄法人でございますが、東京都と神奈川県、そして長野県にキャンパス、また学校を置いております。で、そのうち長野県は高等学校のみ設置しております。で、東京都市大学塩尻高校と申しますけれども、会計監査をはじめ、所管査についてはですね、長野県知事の管理下にもありつつ、文科大臣の会計監査と監督を受けておるというような状況でございます。で、この私どものグループについて、申してみますと、この都市大塩尻高校を別法人にしまして、理事長補課を別立てにするということは、何のメリットもないというふうに思っておりますね。で、学校法人運営がこの離れ離れになりますし、で、それとともに学校そのものの運営がですね、グループ理念から乖離していく原因となりますので、管轄の違いによる、本来の意図外しだけを狙って別法人にするということはありえないというの、がですね、現場にいる者の率直な、実感でございます。そういうことと、で、合わせまして、今回の報告書案を拝見いたしましたら、米沢先生がご心配になっていることについても考慮がされている、ところのようですので、私は、報告書にそれが盛り込まれることにつきましては、それに従うことに、やぶさかではないということを、最後に申しまして、一応米沢先生の、に対するお答えになっているかどうか心もとないところありますが、最初に、発言させていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。前回、時間の関係で、米沢委員と、重永委員のやり取りにつきまして、不十分なところがございまして、失礼いたしました。重永委員のところから、前回の議事録の最後にもございますけれども、それを復元して、
員の皆さん方に、実態のご説明方々、コメントがございました。米沢委員、何かよろしくございますか。はい、ありがとうございます。それでは、手短に、お礼を申し上げたいと思います。はい、私の、申し上げたかったことは、ですね、複数にその学校法人が分かれていく、それは個法人の場合と、グループ法人があるんですけども、そこでガバナンス上の、なんていうか、隙間みたいなのができないかということについての懸念っていうのがあって、でそれが大丈夫かということについて、悪用される機会があるかということを伺いたかったんですけども、今のお話に伺う限り、そうではないということで、理解いたしました。でその上で、おそらく今回最終的な報告書の中でお示しいただいたんですけども、なんというか小規模な学校法人に対する配慮というのをこれから議論していくことになるんですけれども、やっぱり一番懸念すべきことは今回の、我々の在り方というのが基本的にそのガバナンスの在り方というものに焦点があって、例えばこのガバナンスの在り方によって結果的にその学校法人の統合が進んでしまうとか、あるいはその逆があるというようなことを副次的効果として生み出すということを意図したものではないということが明確に伝わるということが一番大事かなというふうに感じておりまして、そのようなことを少し委員としてのまとめをするときに、組み込んでいただきました。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。私の方の立場からも、両先生に対してコメントいただいたのいただきましたことを御礼申し上げたいと存じます。私の方で、覚書にですね、学校法人のグループ経営という傾向が今後、広がる、予想も、ありございましたので、そういったことが、単一の学校法人を前提とした、この議論の中で、その、要とされるところがあってはいけないと、こういう指摘だけさせていただいたのを、両委員から掘り下げて、実態面から、また理論面から、ご意見を賜ることができました。今後またいろいろな議論をさせていただくときに、大いに参考になろうかと存じます。どうもありがとうございました。それでは、前回のに続いてまずご意見いただければよかったんです。他に前回の意見の補足といいますか、でありましたら先に伺いますが、この後報告書のご意見いただくところでまたいただければと思いますが、よろしいですか。はい、それでは本日のお進め方でご了解いただきました通り、まず私立学校法における刑事罰のあり方について、先ほど事務局から、資料説明いただきましたので、これに関するご意見やご質問等を賜ってまいりたいというふうに存じますが、何かございますでしょうか。この点、各私学の団体の方から当初、主要論点に関する意見として寄せていただいたところでも、特段ご異論というようなものが、あったわけではございませんが、改めて、学校法人に関しても、一般法人法をベースに、他法人にも、この及んでいる刑事罰の規律と、刑事規律というものを、及ぼすことに関して、ご意見、ご懸念等ありましたらお伺いいたしますが、よろしいでしょうか。はい、それではここの部分につきましては、本日改めてご意見を賜る場を設けさせていただきましたが、小原先生、ご意見、おありでしたらよろしくお願いします。いや、意見というではなくてちょっと質問なんですけれども、はい、例えばその刑事罰3ページですね、登記取引のために学校法人に財産
学校法人の財産を処分した場合というんですけども、今例えば多くの大学で資産運用してますよね。それでもう過去にもありました、150億ぐらいなんか仕組み債で、損失を出した大学がありましたけども、ああいうような場合もこれに当てはまるんでしょうか。それとももっと前にある理事が不動産を大学の所有する不動産を不動産会社に売却したというのがあったんですけども、これその損害を与えたっていうのは結果損害が出ちゃったのとある程度意図して、その辺のそのを含めて全部これ雨にかかるんでしょうか。はい、じゃあ念のためにその範囲についてはい、事務局ですが山田先生ありがとうございます。まず、今ご指摘のありました、資産運用の件につきましては、学校法人運営調査委員会の方の議論も踏まえた形での通知というのも出ております。そして、今回議論しておりますというのは、内部統制というのも、まさに、役員の全館注意義務、忠実義務というのが、具現化する、今回リスク管理等についても、具現化していくというのが一つの、理事会の役割になっていく部分も関わってくるとは思いますが、一般的にそのようなしっかりとしたリスク管理というのを、した前提においてるですね、資産運用という部分が、この刑事罰の対象となるものでは決してない。ここにありますように、事業規模に比して過大なですね、取引というのをやるようなこと、そして、学校人の財産を危険にさらすような、そのような場合が該当してきうるというふうに考えいただければと思います。また、その前の部分の方に逆になってまいりますが、その損害を実際に与えたかどうかという部分につきましては、損害を与える、そしてその意図というのがですね、当初からあったという部分が、この特別範囲におきましては、ここでは、その、事故もしくは、第三者の利益を図るという意図、そして、法人に損害を与えるという意図。ここが、この特別範囲人の要件の一つに入ってくるということになってまいります。補足の説明でございます。はい、小原によろしくございますですが、決して、その結果的な責任ということではなくして、ここにありますように、目的の範囲外という、における、投機的取引に関してということでございますので、そのような、厳格な解釈をしていただければというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、他に何かご質問等ございますでしょうか。はい、ありがとうございます。では、ここのところは、他の公益性のある法人と同様、また学校法人であればこそ、ここに拠出された公共性の高い財産の保護という観点で、こういった刑事罰を導入するということにつきまして、皆さん方からご同意いただいたということで、進めさせていただきたいと存じます。ありがとうございました。では、これまでの、当初の収納論点という形で、各団体のご意見をお伺いをし、またそれについて寄せられたご意見や調査事項を踏まえて、下の覚書というものを作らせていただいて、議論、理解を深め、議論を進めてまいりました。それらを踏まえて、また今回、この委員会の一応のまとめとしての報告書案を検討するという段階に入ってまいりましたので、ここで本日ご提示申し上げていただき、ご提示いただいております報告書案につきまして、皆さんのご意見をいただきながら、まとめを進めさせていただきたいと思います。それでは、事務局からこの報告書案の説明をお願いをいたします。また合わせて、前回から今回、この特別委員会の議論の進行に合わせて、会議員を出していただいていない団体からも、特別委員会宛てに
意見が提出されておりますので、それらも合わせて紹介をさせていただくということに、少しお時間いただきますけれども、お聞きいただきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい。それではまず参考資料の3を、ご覧、いただきたいと思います。厚生委員会からの団体のご意見として、まずこの参考資料の3は全国知事会さんからのご意見ということでございます。大きく2つ、いただきました。まず1点目は、これまでのガバナンス強化との整合性。あるいは、私学団体の意見を十分に踏まえた検討ということをこのご要請する意見というのが1点目と。特にこれまでの強化との整合性というところは、まあ、令和元年の改正というのに今取り組んでいるというところをしっかり踏まえて、合わせて理由にそのように書いておられるかと思います。もう一つのご意見の方は、法人運営の透明性を確保しつつ、創立の精神、建学の理念に基づき、運営ができるように、法人の規模にも配慮した慎重な議論をお願いしたいということで、まあ、理由にもございますが、それぞれの設立の経緯や規模、あるいは小規模であるほど、制度改正に伴う負担という部分が、実務上の運営に影響を及ぼす可能性があるところを考慮して、このようなご意見となっております。次に参考資料の4をお願いいたします。こちら日本私立大学教職員組合連合さんからのご意見で、2回目の追加のご提出ということになっております。まず1ページ目のローマ数字の1につきましては、評議会の議決事項をより広く法定してほしいというようなご要請になっておるかと思います。2ページのローマ数字2については、まあ、理事の選任に関連しまして、理事長理事会による理事の選任というのを無効にするように定め、まあ、そのようなご意見になっております。また、3ページからローマ数字3は評議員の部分になりますけれども、1番ですが、評議員の選任を理事長理事会が行うというのは無効と、ただし理事会による推薦は妨げない、まあ、このような ご意見になっております。また、2番、3番になりますが、まあ、評議委員会の構成という部分、あるいは選任方法という部分で、構成については、今回、上限を求める、教職員に関しての上限を求めることへの反対ご意見。また、選任方法については、それぞれの区分ごとにしっかり明確にという、まあ、これも前いただいたご意見かなというふうに思います。次に、4ページに、幹事でございますけれども、幹事は、一番ありますように、教員会で、選任する、ただし、理事会による推薦は定められないというご意見の他に、2番で、教職員が、給職して幹事に、なれるように、してほしいというようなご意見も、ここで頂戴をしております。また5ページになりますけれども、評議員会に対しての幹事の監査、いうものが、まあ、どのようになるのかというところも含めてと思いますが、少しご懸念の意見というのが、ここで、表明されているというところであります。最後に、ローマ数字の5で、会計監査、子会社ですけれども、会計監査人について賛成の意見、それから2番で、法人について、監査の対処と、まあ、していく。というようなご意見。これは、前回もご意見もいろいろありましたが、今回またご意見、ご審議のしていただく部分かなというふうに思っております。そして6ページにその他ということで、まあ、まあ1番ですが、学校段階規模ごとに、まあ、法人の基礎的な事項というのは、区分して考えるのではなく、全法人に適用すべきだというご意見いただいております。まあ、このようなご意見を頂戴したということで、また議論の参考としていただければと思います。それでは、資料の2、報告書案をお願いいたします。下からもご紹介ございましたが、これまでの主査の覚書、
ご労作を事務局の方で、前回までの議論も加味し、また主な論点で提示させていただいたところも少し補足をさせていただきまして、今回この報告書案として学校法人制度改革の具体的方策についてということで案を提示させていただきます。まず1ページの初めにでございますが、当初の検討の経緯通り、ここは学校法人の改革につきましては、私立学校が社会の信頼を得て一層発展していくために、学校法人の遠隔や多様性に配慮しつつ、社会の要請にも応える実効性ある改革を推進する。あるいは、不祥事事案の再発防止さというのを反映する。このような基本の考え方を確認し、この関係者の合意形成を丁寧に図ってきたというところを記載してございます。で次の段で、大きなですね、この全体の具体的方策を貫く考え方を、整理しておりますが、特別委員会の前身の諸会議の検討成果というのも踏まえ、執行と監視監督の役割の明確化、分離という改革理念を継承しつつ、各機関の建設的な協働と県政関係の確立によって、学校法人の円滑な業務執行、幅広いステークホルダーの意見の反映、法令や社会的規範から逸脱した執行の防止是正を目指すという考え方をここでまとめてさせていただいております。最後の段、この報告書の射程範囲でございますけれども、具体的方策につきましては、私立学校法の改正により実現すべき事項を中心としてまとめたという位置づけであります。で、その上で、その法律以外の事項についても、法令、改法令や通知の検討、あるいは寄付行為の定めになお委ねられる事項についても、寄付行為作成令の見直しや各関係団体のガバナンスコードの改定といった自主的な取り組みを促進していく、このような改革の不断の努力ということをまとめさせていただいております。では2ページをお願いします。1については学校法人の独自性、これを主査の覚書をベースに、まとめさせていただきました。でその1の改正経緯はご覧の通りであります。でその上で1の2、学校法人の責務という部分、この部分も主査に大変丁寧に、整理をしていただきましたが、学長、校長という、公務を、統督する、統括する、その法人業務との関係性という、この私立学校、学校法人をめぐる独自性、固有の文脈というのをしっかりここで確認をさせていただいております。で、その上でそのような機関、法人業務と公務に関しての特殊構造におきまして、経営と教学面の協調を図る、その中で、運営基盤の強化、教育の質の向上、運営の透明性の向上という、責務を果たしていくという観点から、機関の設計も考慮していくんだということでまとめさせていただきました。また、1の3の部分では、これまでのご議論を踏まえまして、所轄庁の違いや規模の大小と、様々な法人に、の多様性を尊重し、柔軟に対応するという考え方を改めて、ここで、まとめとして入れさせていただいております。次に、1の4、これも大変主査に丁寧にまとめいただきました。学校法人をめぐる制度の固有の文脈というのを評議員会を中心に、今回改めて事務局でも継承させていただいております。その上で3ページの括弧に評議員会の設置、趣旨。
ということで、私的財団等の拠出に基づいて創立の理念、見学の精神のもとに私立学校を設置管理するという固有性というものを改めてここで確認いたしますとともに、この評議員会というものの位置づけ、しっかりと法制定以来どのようになっているのかというところも確認をするとともに、また主査に整理していただきましたけれども、創立者等が評議員会の構成員となり、また執行機関の理事長、理事にもなるというような創設時における、まあ、学校人運営のプロトタイプというようなもの、あるいは、教職員、卒業生、あるいは、その他の関係者といったものが評議員の多くを占めたり、あるいは、財産に面においても当初の創設時の影響というものが薄れて人的集団としての性格を強めるというようなケース、このようなそれぞれのケースというのもここで例示はさせていただきましたが、その次のカッコ3でございますが、そのような様々な創設の経緯、段階、多様な学校事がある中においてですね、表現会に着目した場合に、これも資産の整理に従いまして、継承いたしましたが、一つは伝統的なガバナンス構造として、見学の精神に力点を置いた寄附行為の万人というような評議員会の位置づけ、あるいは現代的なガバナンス構造ということで、教育研究活動が拡大してくるという中では、幅広いステークホルダーとの対話によって、公共性を維持するそういう場としての評議員会、それぞれにおいて、業務執行の牽制という点ではですね、見学の精神というのをしっかり顧みるようにする、あるいは特定の利害関係に意図的に支配されないようにする、そういったことをしっかり考えていく必要があるという考え方。さらに、学校法人については、税制優遇や、私学助成、幼児教育、高等教育の無償化といったことも含め、社会的な信頼を確保すべき要請が迫っている。このように、ガバナンス構造の現代化の要請を含めてまとめたところでございます。4ページをお願いします。そして、今回の特に、機関設計の見直しにあたっての視点、こちらも、主査の定義のまとめを今度そのまま、継承させてまとめさせていただきましたが、先ほども初めにも出てまいりました、この 2-1 におきましては、執行監視、執行と監視監督、その役割の明確化分離というのを考え方として、権限というのを機関ごとに明確に整理分配する。そして、建設的な共同、相互建設というのを、学校法人に、特性に、私立学校の特性に合う形で実効性のある構造というのを作る。このような考え方をここでまとめております。そして、ガバナンス不全という、構造的なリスクから不祥事にもつながる部分、そのあたりをしっかりと提言するような評議員会の地位や、理事幹事評議員の選出のあり方の改善を目指すという考え方で整理をしております。また、下の声書きで当初ご整理いただいた通りですが、現行の制度で問題がないから改革の必要はないということではなく、この寄附行為に広く委ねられているガバナンス構造について、一定の部分は法的な規律で明確化し、社会の信頼を獲得していくというようにまとめさせていただいております。次の2の部分につきましては、特に皆様方、議員の皆様方の中でも、規模といった部分の着目したご意見も広くいただいておったところでありますけれども、必要な規律は共通に明確化して定める一方で、所轄庁の違いや規模というのにもしっかり考慮して、寄附行為による自治というのを許容していくという考え方というのも示しております。で、その上での段落のその後半の方になっていきますけれども、もうこれまでの議論を踏まえまして、その際、知事所轄法人であっても全国的に展開するなどの大規模な法人については、大臣所轄法人と同等の扱いとする。あるいは、
対人所轄法人においても、実務上の支障が規模の小ささゆえに生じることのないように、図りつつも、一方で、広くステークホルダーの意見を取り入れる要請というのが強いということも考慮するということで、まとめさせていただきました。まあ、前回もしたが、まあ、かけがえのない教育、あるいは社会的な影響というのを、まあ、考慮していく必要があるというふうにまとめいただいておったところかと思います。最後は、合わせての部分、これは主査の覚え方からそのままでございますが、まあ、変更が今回制度改正生じる部分の負担というところは、大臣直轄が法人以外の法人を中心として慎重に、措置する、あるいは経過措置というのを定めるという考え方で示して、まとめております。で次に、3つ目のエンフォースメントというところで4ページから5ページ目の書き手の部分、こちらは、主査の整理の通りに、継承いたしましたが、5ページの冒頭、またというところになりますけれども、理事会、協議会の議事録の作成や閲覧、会議運営の手続き、あるいは紛争の早期確一的な解決に資する訴訟制度の整備、あるいは本日ご議論いただいた刑事罰といったような部分、これらも一部には論点で提示をさせていただきましたが、他方でそのあたりは学校法人固有の事情を考慮するというところの特段要しないという部分かとも思いますが、そのような事項につきましては、まあ、この特別委員会の前身の諸会議における検討の成果というのを踏まえて、他法人と参考にした制度を導入していくという考え方をここで改めて追記をさせていただきました。また、はじめにと同じでありますけれども、私立学校法改正というハードルの整備以外に、ガバナンスコードの見直しや実効性の確保という面での検討改善というのを今後も進めていくということの必要性も追記してございます。次に、この3番からが、今回の具体的な改正事項を中心とした具体的方策ということでございます。まず、3-1、ということで、理事会、評議委員会の地位、関係という部分になりますが、主査も大変丁寧に、おまとめいただきましたが、そのおまとめの構造というのをそのまま釈表させて、いただきました。でまず、一つ目に、括弧1で、意思決定権限分配というところで、まとめております。で、この部分は、評議委員会、に、この意思決定の、権限というのを、まあ、理事会の関係でどのように分配し直すのかという部分でありましたが、まあ、これまでの覚書及び、議論というのを整理を改めて、ここで、載せておりますが、まあ、かいつまんで、言えば、大臣所轄学法人では、任意解散合併、あるいは、それに準ずる程度の重要な寄付行為の変更というような、法人の基礎的変更等については、理事会の決定とともにそれに加えて、評議委員会の決議を要すると。また、それ以外の業務事項については、理事会中心に決定していくという現行制度を維持するということ。あるいは、次のページまでに、知事所轄法人についてまとめておりますが、基本的に、これは理事会の決定ということとしつつも、寄付行為で、評議委員会の議決を要すことという定めることもできる現行の制度を維持するということにしております。でなお、大臣所轄法人の後ろ、まあ、5ページのですね、大臣所轄法人の一番後ろの部分と、そして、知事所轄法人の一番後ろのですね、部分に、まあ、今回の法改正では措置しないけれども、次の改正の検討事項ということで引き続き、大臣所轄法人においてもですね、中期計画や役員報酬基準といった、まあ、重要な業務事項をどう考えるのかという部分、あるいは、この基礎的変更事項については、意思決定は、知事所轄法人も含めて全学法人共通の仕組みにしていくといった部分、この2点は検討課題ということで明記をさせていただいております。
で次に、評議会と理事会 の、 その、まあ、関係という部分でありますけれども、改めてここではその意思決定機関として評議会を、まあ、最高議決機関とするかというのが非常に大きな議論が続いてきた部分でありますけれども、まあ、上記の通りにですね、今回は理事会と評議会の、まあ、双方の決定を有するということに措置するということで、かつその議決事項というのは基礎的変更という重要事項に限定するということになりましたね。この部分につきましては、まあ、大きくですね、法的に新たに整備するという事項というよりは議論を確認した事項ということになろうかと思います。で、その最高機関とはしないという確認の上にまた、その評議会の決議の対象となる事項というのは、まさに、その基礎的変更のような重要事項でありますので、逆に、教学面の公務の具体事項や法人の業務執行の具体事項は、評議会の決議の対象にならないというような考え方の整理も前段に入れております。そして、後半の段落におきましては、評議会の議決も要する事項について、理事会と評議会で、内容が異なるような、まあ、場合の扱いどう考えるのか、これも議論いただいた部分ですけれども、まあ、今時の改革では、まあ、この議決事項も、随分限られたものになりましたし、改革自体は、この両者の上下ということよりは、建設的な共同というのを確立していくという考えだったかと思いますので、その点でまさに両者の決議をもって、個人の意思決定とするということ、その優劣というのをここで定める、措置するというものではない。でこのような場合、この共同を促進していくためのそれぞれの法人の手続きを、寄付行為であらかじめ定めていくことも考えられるというふうに、議論を改めてここでまとめさせていただいております。で次に、括弧2の理事会の監督によるガバナンス強化ということで、ここは前回概要の図で、改めて理事会の部分を独立して、提示させていただきましたが、評議会による牽制と理事会による牽制というのを分けて、まずはここで、理事の職務の執行監督というのを権限としてになっております。理事会の監督というのを、括弧2でまとめ直した部分ということになります。その上で、今申しましたように、理事会というのは平成16年の法改正で公定されたときに、まさに理事の職務の執行を監督するという権限、これは意思決定とともにですね、付与されたということでありまして、ここの監督機能の実行性を高める部分は全ての法人一つで取り組むということで、具体には理事長の選定解職という監督の重要手段については、理事会が行使することを法定するということ。そして、理事会のこの監督を実質あるもの、実行あるものに、するために、重要事項の決定、まあ、例えば、評議会で、意見聴取をするような、そのような重要な業務の決定事項についてはですね、個別の理事に、その決定を委任することを禁止して、理事会に、その決定権限をしっかり留保する。それから、理事会に対しては、理事が職務の報告をしっかりするように義務づけると。また、理事会の構成や活動状況、そういうガバナンスに関わるような状況も、事業報告書などにおいて情報開示を進めていくということで、これも主査のご意書きを継承させていただいております。で加えて、名を書きですけれども、これも、すでに、書かれておったところだと思いますが、職務報告の義務を課すにあたっては、業務の範囲や理事会の頻度といった、まあ、それぞれの、規模の実情というのもありますので、知事所轄法人については柔軟な扱いを認めるという考え方をお送りしております。さらにの段落になりますけれども、こちら前回の資料で初めて規模の応じた対応案の中でお示しをし、議論いただきましたけれども、特にステークホルダーの意見を反映していくということの要請の強い
まあ、大学を抱える大臣所轄法人においてはですね、外部理事の数というのを一人から引き上げるということをここで明文化したところであります。7ページをお願いします。理事会は分離して今、カッコ2でご説明しました。ここは、カッコ3は、評議員会のチェック機能ということで、整理をし直した部分であります。で、評議員会につきましては、これも、法制定時あるいは平成16年改正それぞれで、一定の監視、チェックという部分の機能を期待されてきておるというところでありますが、このカッコ1で、提言としては、整理をしておりますような案、では、この意思決定権限という分配の中では、評議員会に、大きな権限以上というのをするわけではないという結論でございますので、まあ、それを前提といたしまして、今回はそれ以外の意思決定権限以外に、でのチェック機能というのを具体的に整備するという方針で、示させていただきます。具体的な部分で、理事の選解任というのが一つチェック機能の発揮場面ということになってまいりますが、この部分につきましては、理事の選任機関として、評議員会その他の機関、申したの覚書の中でも例示はさせていただいておりましたが、評議員会以外にも理事会や役員の選考会、設立団体、あるいは選挙の実施機関、このようなものが様々に法人では現にあるわけですが、そういった任に置かれている機関も含めまして、理事の選任機関というのを寄付行為において明確に定めるように法的に措置するということ。で、今回さらに論点資料で示しておりました2の3であったかと思いますが、選任機関が評議員会以外の選任機関で理事が選任されるようなケースにつきましては、選任機関において、この理事の選任について、評議員会の意見を事前に聞くというところも追記をいたしたところでございます。選任過程の透明性という部分は、法的な部分以外にもガバナンスコードでしっかり取り組んでいく部分がある。これも継承してございます。また、理事の解任の部分につきましては、前々回も議論ありました。また、前回、選手学連合さんからの意見の紹介もあったところですけれども、寄付行為の定めに委ねられている理事の解任、これについて、まずは、この客観的な解任の自由というのを法令違反、義務違反、心身故障、その他、寄付行為で定める自由というのをしっかり肯定するということ。そして、この評議員会は、理事の選任機関が機能していないような場合に、解任自由のある理事の解任を選任機関に請求できるようにする。あるいは、その解任自由のある理事の不正行為といったようなものについて、幹事が差し止め請求といったような、まあ、権限を行使しないような場合に、そういった差し止め請求などを幹事に行ってもらうように、評議員会も請求できるようにする。また、そのような請求によってもですね、十分な是正が図られない、機能しないというようなケースに、評議員で訴訟を提起するというような形で、重層的なガバナンス構造を法的に阻止する。このような考え方、下の覚書の提示の部分を継承させていただいております。で、なお書きの部分になりますが、これは、このような、例えば、評議員会が一定のですね、チェック機能を評議員会の招集というのがなされなければ、行使できないわけでありますが、仮に、評議員会が招集されないような場合に、これをどうするのかというのは、現在、幹事も招集権というのも持って措置されておるところでありますが、評議員が自律的にというのを考えた場合には、とりわけ、大学と評議員の規模が大きいですね、大臣所轄法人では、現在の仕組みにおいて、私学法上、評議員の3分の1以上によって、評議員が招集するという部分が、なかなか、機能しにくい部分がございますので、そういった適時の開催というのが担保されるように、招集要件の緩和や、あるいは議題提案といった形の
表現の負担軽減というのを、まあ、規模に応じて考えていくということ、これも、規模に応じた提案ということで、前回、資料にも入れた部分をここに明文化させていただきました。次に、理事と校長理事、理事と評議員の兼職という部分になります。で、校長理事制度につきましては、論点の中でですね、1の5であったかと思いますが、おむね賛成のご意見あった部分の通りでございまして、ここは理事の解任事由に該当する場合には、理事として解任がなされるようにするということを前提にしつつですね、この経営面、教学面の連携を図るという、この校長理事制度を維持していくというふうに、ここで追記をさせていただいております。次に、8ページまでにかけての部分で、理事と評議員の兼職という部分が、一定の、まあ、役割を果たしてきたというところも振り返りつつも、まあ、これからを考えた場合には、兼職というのをやめ、表現会のチェック機能の実効性というのをしっかりと可視化していく観点で、理事は理事の立場において表現会に出席して、理事会の考え方をしっかり説明していくような仕組みを整えていくと、まあ、このような方向、これも下の覚書を継承させていただいております。また、次に、任期の部分、こちらは論点の方で提示していただいておりました1の7であったと思いますが、それをここに追記をさせていただきました。まあ、理事の任期については、まあ、4年というのを上限ということにしつつ、評議員会、あるいは幹事のチェック機能の形骸化というのを招かないように、まあ、その任期を超えないようにするということで示しております。評議員会に対しても一定の牽制というのを図るという部分につきましては、まあ、不正行為について報告をしたり、あるいは究極の場合には解任勧告の対象とするというところ、これは覚書の通りでございますが、まあ、さらに、本店の2の11からなりますが、評議員に新たな権限付与される部分については、まあ、そういった権限が乱用されないように、権限の範囲内、これが前提になるとは思いますが、それに応じた全館注意義務、損害賠償責任を負うというところを明確化するというのを付記させていただいております。次に、括弧4は評議員の選任、あるいは構成という部分であります。で、まあ、兼職との関係も、ここにも通ずるものはありますが、全体のまず考え方といたしましては、特定のものが評議員を選んで、そして評議員から理事が選任をされるというようなことを通じて、評議員会のチェック機能、あるいはその結果としてさらに理事会の監督機能も形骸化するというようなところをしっかり踏まえた改革というのをしていく、その考え方を示しております。評議員会の選任については、理事会というのが全面的に選ぶというのは適切ではないものの一方で、しっかり審議機能を確保していくということも必要である。このような独自の学校法人の仕組みであるところも踏まえて、基本的には評議員会というのを選任機関として明確にしつつも、理事会による、まあ、評議員の選任について、一定の上限を設けるということで、まあ、その、バランスを図るというまとめとしております。また、評議員の資格、能力の要件については、教育研究への理解や、法人運営への指揮権を求めるということで、これは、下のご意見の通りでございます。次の、評議員と理事の兼職の禁止という部分が、大変ご議論、当初あった部分かと思いますが、ここでは前回のご議論というのも踏まえまして、理事と評議員の兼職は、しっかり評議員会が健全に機能するように、兼職を禁止するというところで止めております。そして、合わせて評議員の下限の定数というのを、今の理事の定数の2倍を超えるという部分から、理事の定数を超えるというところまで、理事の定数分をですね、引き下げるという考え方を具体化させていただきました。このあたり、実際上、まあ、
ご意見といたしまして、人材確保について、議論のあった部分は、改めて、ここに、議論として残しておるというところでございます。また、評議会の構成の部分、これも前回もご議論いただいておりますが、大きく前半が役員近親者や同一団体所属者という部分について、公益法人の認定基準などを参考に、学校法人としての固有の部分もしっかりとバランスを図りながらも一定の上限を定めるという考え方。また、教職員卒業生の部分では、とりわけ、まあ、年末以降も議論のあった部分について、教職員が評議員となることに関して、まあ、私立学校については、経営というだけではなく、教学との協調というのが必要である。あるいは人的集団という私立学校、まあ、そういった部分の固有性に鑑みて、この兼職を禁じる措置というのは講じないというまとめをいたしました上で、こういった積極的な評議員の類型においても、一方では、評議員会のが、健全な機能を果たすという意味では、特定な利害関係者に偏らないというために一定の上限を定めるということで整理をしております。またその点については、なお書きになりますけれども、規模の提案の中で、配慮しておりました部分も、提案としては、役員近親者等が評議員として重要な役割を果たす場合もあるということで、知事所轄法人について、まあ、一定の配慮というのを講じることは考えられるということで整理をしております。次に 3-2 の監査の部分になります。こちら以降は前回、議論をいただいた部分でございますが、幹事については、皆さん方のご意見、しっかりその機能を強化していく部分は、ご意見が強く一致しておった部分かと思いますが、この点から、幹事の選任は、前回確認されたように、評議員会の任務にしていく。また、役員の近親者は、幹事の就任を禁止するということを、ここで整理を継承しております。その上で、明確には前回書いておりませんでしたが、論点の 3-3 に、示しておりましたように、幹事についても、評議員会の決議によっていつでも解任するということでは、非常に、恣意的になるという恐れもございますので、維持同様に客観的な自由、次のページにかけてになりますが、これも限定していくという考え方をここで整理をしております。でその上で、これまで、明確には資料上は出ておりませんでしたが、まあ、これまでの前身の2つの会議で共通しておりました、まあ、幹事の選解任等に関して幹事が、その意見を表明する、幹事の意見を確認するという手続き提言されておりましたところを、ここで、最後に、起用させていただいた部分です。また、前回、その規模の資料で提示した事項として、大規模な、特に大規模な大臣所轄法人について、幹事は一部常勤化するという部分、ここで改めてまとめたところであります。で前回、主査と田中委員とでご議論、ご意見があったところも反映をさせていただいております。で次に、括弧2の監査体制というところで、これも前回大きく議論をいただきましたが、そのような部分を踏まえて、内部統制のシステムの整備の総論的な考え方を冒頭に追記をさせていただきました。でまた、今回規模の資料も一部修正させていただきましたけれども、この次の段の一方というところにも書いておりますが、理事会として、この内部統制システムというものの決定が義務付けられない場合においてもですね、私学校における役員の全館注意義務、忠実義務というのがございますので、必ずしも内部統制システムのこの理事会の整備決定の義務というのがなくとも、業務執行者である理事長や理事において、それぞれの担当業務について具体的な内部統制というのを運用しなければならないんだというところ、これも前回のご議論を踏まえて、追記をさせていただきました。次に会計監査人の部分、非常に議論前回もいただいた部分でありますけれども、改めて様々なご意見を踏まえて整理をさせていただきました。まず、最初に会計監査を職業的専門家に行ってもらうことの意義、
ということで、そこはしっかり経産省令に第三者保証を付与していく、そして説明責任の履行を支援するという考え方をまずまとめさせていただきました。で、その上で、実際の、まあ、会計監査人という形で、どのように整備を求めていくかという部分は、改めて、まあ、大臣所轄法人、内部統制システムの、まあ、義務付けの範囲と同じ範囲で、大臣所轄法人に対して、会計監査人の選解任や、報酬等の独立性、あるいは会計監査人の結核要件、といった部分も合わせて、法令上を阻止すると。特に議論もありましたが、幹事と会計監査人の連携によって、より幹事が会計以外の業務監査に注力しやすくなるというところを改めて確認いたしました。また、その際ということですが、これもご議論いただいた部分ですが、私学法に基づく計算書類や会計基準と、新興助成法に基づく計算書類や会計基準を一元化するという考え方。そしてその上で、私学校に基づく会計監査人による会計監査というのを受けるような場合には、助成法に基づく公認会計士による監査を重ねて受ける必要がないように法的に重複のないよう措置するという考え方を示しております。で、これも前回非常にいろいろご議論いただいた部分ですけれども、知事所轄法人におきましても、仮に会計監査人ということの移行というのをする場合も、選任手続きのような部分を除き、実務上大きな変更は生じるものではないということから、まあ、積極的に移行するということは考えられるという整理をさせていただいております。また、これらの会計監査の制度化と合わせて、前身の、まあ、2つの会議共通で提言されておりました部分、この、まあ、計算書類の作成期限を1月延長して、2ヶ月から3ヶ月にするというところも、今回追記をさせていただきました。次の情報開示の部分につきましては、基本的には、12月のですね、改革会議において、提言されていた部分と、大体同じ方向性ということで、ご異論は、論点上もなかったと思いますので、そのようなまとめとしております。で、個法人につきましては、ご議論、十分必ずしも深まったかというと、なかなか難しかった部分もありますが、今回、この、まあ、冒頭ですね、本日の冒頭ご議論いただいた部分についても、付記をさせていただきました。そこは、まあ、名書きということで、まあ、グループ経営、個法人の扱いというものを一定程度明確化していくことということというのは、逆に、法人間の相互連携や統合というのを妨げたり、あるいは小規模法人というのを、無理やり統合していくという方向にしていく、そのようなものではないということをこの名書きで明確にさせていただいています。で、その前の具体的にはという部分を今回具体に、記載を追記させていただきました。で、個法人に関しての論点といたしまして、計算書類における開示、あるいは、調査、監査というものをどの適正にしていくのかという部分が2つあろうかと思います。で、まず、計算書類の中期という部分で、出資会社、関連当事者の範囲といったものをどうするのか。あるいは、出資会社に係る役員といった部分の記載をどうするのか。あるいは、平成17年からですね、学校法人においても、学校法人間取引というものをこう追記するというようなことで、まあ、グループ法人という部分の状況を一定程度開示する方向になっているわけですけれども、まあ、今回のガバナンス改革を踏まえれば、さらにその学校法人について、まあ、役員、評議員の兼任関係といった記載事項を増やしていくべきか。まあ、このような具体の見直し事項というのを、ここでは提示をしている部分であります。ただ、具体にはこのあたりは通知で検討する部分でおりますので、法的な措置する部分ではないかというふうに認識しております。他方、このまた以下の部分は法律事項となってまいりますけれども、幹事が個法人の役職員を兼職することを禁止する。あるいは、個法人からですね、監査業務以外に継続的に報酬を受けているものというのは会計監査できないようにする。あるいは、幹事や会計監査人がしっかりと、個法人を調査対象とすることもできるようにする。このようなあたりを明確にするということで、今回、具体の記載を追記した部分にあります。
最後に 3-3 ですけれども、刑事罰につきましては、今日議論を前半していただいた部分であり、また寄附行為の名称の部分につきましては、その名称を維持するということでの 7-4 の論点のご意見を踏まえたまとめをさせていただきました。長いご説明になりましたが、事務局からの説明以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それではただいまご説明をいただきました報告書案について、ご質問を含んでご意見をいただいてまいりたいと存じます。ご意見、ご質問とご発言ある意味につきましては、お知らせをいただきたいと存じます。時間も限られておりますが、取りまとめに向けまして、皆さん方のご協力をお願いをいたしたいと思います。なお、本日、小原委員が、所要で少し、閉会より先立って退出することの、ご通告をいただいておりましたので、今も発言の手を挙げていただきましたので、まずご発言いただければというふうに思いますが、よろしいでしょうか。小原委員、それから、その次に川並委員と手を挙げていただいております。順次というよりも、それぞれのご発言をいただいたところを、中心に関連したご意見等を賜ってまいりたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。では、小原委員、よろしくお願いします。はい、いくつか、意見を申させていただきます。でまず一つはですね、この5ページの3の1ですね、理事会評議員会の地位のことなんで、括弧1で、理事会と評議員会の意思決定権限というのがありますけれども、確か福原先生がまとめてくれた案には、理事会が最終議決機関と。で、評議員会は基本的には諮問機関であるということが明示されているんですけども、今回それがないんですよね。それで、私が気になるのは、その6ページの上から、理事会と評議員会の関係性のところとの絡みで、ちょっとこう、不信感を抱いてあるんですけども、この理事会と評議員会の関係性の4行目に必ずしも直ちに不可欠な措置とは言えないという文言が入っているんですけれども、これは、近い将来前の構造改革改革委員会ですかが出したことへこう移行する含みがあるんじゃないかという気がしますし、そのことが含蓄されているんじゃないかなとこういう思いがいたします。しかはっきりと理事会が最終意思決定機関でありこれは評議員会であるということは、出しておく必要があるんじゃないかなということが1点です。それからですね、ちょっとページが遡りますが4ページの真ん中あたりですね、偏った属性を有する集団の影響会に理事会や理事長が置かれる、リスクが生じるという。で、こうした観点からすると、現状でも問題がないから改革の必要はないと判断するのではなくという文言が入っているんですけども、これをここの文章に残してしまいますと、一部の私立大学が改革に抵抗してたと。ということを記録に残すようなことになってしまいます。それは、いわゆるもうこの時点で悪者は誰だのということを案に示すことになりますので、私としてはこれは削除していただきたいというのが2点目です。それから、あとですね、ちょっと気になったのは、任期なんですけれども、もし理事会と評議員会が相互に、共同、いわゆる、チェックで共同するというのであれば、なぜ理事が4年で評議員が6年、その違いはの根拠は何なのかっていう、この辺がですね、
最終的には評議員会をに力を与えるような意図があって、理事は4年、評議員は6年と定めたんではないかなという疑念を、まあ、私は、まあ、抱いております。他にもあるんですけど、まず3点ほど指摘させていただきました。はい、はい、ありがとうございました。他には関係するところですか、他のところのものでしょうか。じゃあ、鏡にもご意見ちょっといただいて。はい、私の方から3点ですが、1点は今、小原委員の方からありました、任期に差があることについて、4年と6年について、やはり同じように、疑問がありましたので、重ねる話になりますので、ということです。で、2ページにですね、学校法人の業務という形で、設置する学校法人のにかかる校長の公務を司る権限を最大限に尊重しつつという文言があるんですが、これをなんかスッと読むとですね、なんか経営と教育が分離しているように見えてしまうような気がするんですね。ですので、なんか私はこの司る権限を最大限という文字をですね、取ると校長の公務を尊重しつつというふうにすればですね、経営と教育のその分離したような印象が取れるんではないかなということを感じておりました。もう一点よろしいですか。どうぞ。11ページなんですが、個法人の在り方について、でこの個法人の在り方についての議論の多分中心は、ベースは学校法人同士の個法人ということだと思うんですが、いろんな意味での個法人を考えたときにですね、決算の時期がずれる場合とかがあるんですね。でこの決算がずれたときに、多少の問題を生じることがあるんではないかという、不安があるんですが、この辺をどういうふうに、解決するかということについて、少しご検討を加えていただけたらありがたいと思います。答えがあるわけじゃないんですが、不安を感じております。以上です。はい、どうもありがとうございました。田中にも関連したところも踏まえてということでございましょうか。任期について、評議についてだけですけど、田中までお聞きしてから、はい、その方で少しコメントすべきところはコメントさせていただきます。はい、後で。はい、田中先生よろしい。いや、田中先生、お伺いしてからしますので、田中先生、先にご指摘いただければと思います。はい、私は任期が理事の任期と評議任期が重ならないということも大事な転換難という気はしておりますが、4年と6年というふうに、長さがずれるということがだけがその重ならないということはないということを申し上げたいのは、この引き慣れでございますが、早稲田大学では評議員は、理事や総理事長が就任する、就任時期と2年ずれてるんですね。ですから理事長が、選ばれたときにもう評議員はすでに2年前に決まっているんです。任期は4年なんですが、ですからその理事長が勝手に自分の好きな人を全部選ぶことはできずに、かつて選ばれた評議員のモニターを受けるということ で2年経ったところで、理事会が評議員を推薦する分もございますし、最終的には全部評議員会が、承認しないと決まらないんですが、評議員が5選で半分決めて、半分は理事会が推薦するという形を取りますが、すべては評議員会が承認すると。それからその理事会が推薦する推薦の委員会があるんですが、それは理事会に推薦されたものはその選考委員になれないんですね。5選で選ばれた評議員だけが理事会が推薦する
時の選考委員になれるという、あのかなりその、理事長が勝手に評議員を決められないような仕組みを作っておりまして、でそのそれも任期、あのつまり、理事長が就任した2年後に新しい評議員が選ばれて4年任期を務め、で、あのその2年後に、新理事長を選ばれるということなので、あの任期は同じ長さでございますが、その理事長は勝手にその自分と同じ任期でこう人を動かすということはできないような仕組みを作っておりますので、あのそのようなこともあり得るということで、あの6年と4年でなければならないということはないと思いますが、その、ご提案の趣旨はよくわかります。あのこの度のこのあのおまとめ、非常に素晴らしくよくバランス取れていると思っております。あの感服して拝読しておりましたが、あのその点だけ、まあ、参考意見としていただければ、あのこうしてくださいということじゃないので、参考意見としていただければ結構です。以上でございます。ありがとうございました。あの順次ということではなくして、どこかフォーカスしてということで、お三方にまず、意見を開示いただきまして、その中であの表現に関わっていたり、またあの主査の覚書と今回のところとであのトーンが違うのではないかとこう読み取りいただいて、ご懸念等をあの お出しいただいたところもございますが、それはまた後ほどあのご懸念を解消するように努めることとして、新たな、議論という意味では、やはりこの理事会と評議員会の、機能を実化するためにも、理事や評議員の任期ですね、この部分に今お三方とも関心を寄せていただきました。またご意見をいただきました。この点について、あの4年6年ということのとか、その背景などご議論をいただくのにあたって参考になる情報がありましたらお願いします。はい、まず、理事の任期のあり方としては、改革会議では例えば2年ということで、会社の並びでの提言がまあされておりました。まあ、他方で私どもも、あるいは、アンケートなどでも把握しておるところでは、実際上は、それよりも長い任期というのが多く、まあ、3年、4年、5年といった部分が一般的に多く、それで8割ぐらいを占めておるような実態だったというふうに把握しています。で、とりわけ、まあ、学校の教育研究というものの業績というものを見ていくというのを考えた場合には、2年というのを標準、あるいは上限とするのは短すぎるだろうということで、まあ、実態も鑑みて4年ぐらいということ。しかし、一方で定期的に選任という形でのチェック機能というのも担保するという意味合いで、まあ、そのバランスをとって4年というのを上限とするというのを一つ、今回、ここで提案をしているものになるものです。で、その、今、ご指摘いただいた評議員が、まあ、6年というふうになっている部分ですが、例えば改革会議の提言においては、理事の、2倍というふうなんですね、倍というのが、まあ、評議員と会議について、身分保障を徹底するという、まあ、考え方にはなっておりました。で、これは基本的にはその、検証、チェック、監視、監督という、まあ、機能を果たしていただくというところの、まあ、独立性を徹底する一つの、まあ、考え方ということでは、まあ、あろうかと思いますけれども、まあ、他方で影響力が強くなりすぎるという部分もあろうかと思います。で、その部分の一つの、まあ、バランスというのを取った形で、まあ、4年というのを、まあ、理事の上限としてするのであれば、まあ、長くすることもできる。ただし、長すぎてはいけないので、そこもやはり評議員は評議員、幹事も幹事で定期的に選任というチェックを受けていただくというところで、まあ、評議員についてはですね、6年というところでの上限ということを提案させていただいておりまして、で、理事にしても、表現にしても、ここでご覧いただいておりますように、あくまで上限でありまして、実際にまあどのようにするのかというのは、まあ、寄付行為で定めるということ。もう一つ、その理事のところに記載しておりますが、考え方として、理事の任期は、まあ、幹事、
地方議員の任期を超えないということで、まあ、ことでありまして、まあ、例えば、それが、多くの法人、実態としても、まあ、例えば理事が4年、評議員も4年、幹事も4年という法人も多かろうと思いますが、そのような同等という設定の仕方は一つあるのかなというふうには思っております。これが、まず、任期についての部分の整理かと思っております。いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。大変今回の、まあ、理事会、評議会の権限を、再認識をして、寄付行為に一方的に委ねられている権限分配というものについて、ミニマム、こういった権限については法令で定めるという態度に、出た場合に、やはりその構成員たる理事、評議員に人を得るということが、大事になってまいりますし、それがまたずっと長く引くというわけではなくして、その構成について上限をひとまず決めていこうということで、これまでのさまざまなアンケート調査等を通じて現在行われている人気等を踏まえて、上限という形で提案をさせていただいたということでございます。私の知り得るところで、評議員の任期が6年というふうになってきた場合には、半数改選という形で、継続性を維持している、学校法人もあるように聞いておりますし、また先ほど田中委員からご指摘いただきましたように、必ずしも理事長との任期をいつにしないことによって、しっかりとした、まあ、牽制機能といいますか、ご意見をいただく体制をとっておる学校法人もあるというふうに、その拝察をいたしますので、その場合にも、まあ、これ上限と、こういう意味で、ひとまず評議は6年ということで、理事が、まあ、4年を上限として、やはりそこで新たに、再選は、もちろん、順位は妨げないということでありますから、その任期において、もう一度、適任の方を選任する手続きを取ると。これはあまり頻繁だとまた大変でございますので、まあ、そういう意味で4年、6年と、こういうふうにしているわけで、もう決してそのことによって評議会のこの任期の長い理事会によって、その機関の権限がどっちかが強いと、こういった判断は、するわけではございませんので、まあ、こういうことから上限という形で、定めているということをご理解いただきたいというふうに思います。あとは、まあ、寄付行為自治という形で、これまでの工夫が、重ねられていれば、と、こういう、回答でございました。いかがでしょうか。この任期の件につきまして、何か他に、今、初めて出てきた、話題でもございますが、小原委員、どうぞ。ミュートを解除していただいて、ご発言いただく。はい、すみません、はい、これを法律で定めることなのか、それともある程度寄付行為で明示させるようにするのか、ある程度その各法人、いろいろな事情があるので、その辺その少しこうゆとりが持たせることはできないのかですね。その何でもかんでも一律に、地方も都市型も一律に、やるのがよろしいのか、特に小中高法人のことを考えると一律に、するのには、まあ、いろいろと人材確保だとかの観点から問題があろうかと思うので、ここは、まあ、そのもう少しこう柔軟性が持てるような表現があると各法人対応できると思うんですね。ここは大学法人と高校以下の法人とは事情が違ってくると思うんですけども、法律は一本ですから非常にこう対応が難しいところが出てくるんではないかなというのは私の懸念でございます。はい、ありがとうございます。役員の任期という点については他にいかがですか。さらに関連してでしょうか。すみません、ちょっと任期の前に私ども中高連といたしましては、やはりその、理事と評議員の兼職の禁止っていうのを知事所轄学校法人や
適用しないでいただきたいなというのは、本人。なるほど、そこの点についてですね。はい、わかりました。任期の点については、あくまでこう上限ということで、あとはかなり有効意に委ねられているというご理解いただければ、はい、よろしいかというふうに思いますが、これが短いということはないと思いますが、この辺役員任期、他の法人等について、いかがですか、尾崎委員。他の組織等における役員任期という点ではなく、ご指名ですので、お答えしますが、会社法の場合、取締役が2年の上限なんですね。だから定款で、監査役設置会社におきましても、1年ですることができるわけです、定款で。で、そして、幹事の方は4年になりますので、幹事の方が偉いのかって話になっちゃう、そうではなくて、やはり監査というものをこう継続的にするなら、4年ぐらいの身分保証をしましょうと。で、今回も評議委員会っていうのは、ある意味で監督的な性格を強めていますので、まあ、少し長めの任期がいいんじゃないかということで、これ、上限ですよね。今、相原さんがおっしゃったように、寄付行為で上限のうちの中で決めるのは各学校法人のご自由ですので、小原委員がおっしゃったようなことは学校法人に合わせて上限が6年、あるいは上限が4年ということになってますので、その枠の中で決められれば柔軟に対応できるんじゃないかと私は聞いておりました。どうもありがとうございます。根本委員からもご意見いただけますでしょうか。はい。ありがとうございます。尾崎先生おっしゃる通りで、保育法人の法制でももう似たような立て付けになってまして、確か理事が2年で、やっぱり幹事が4年だとか、で、短縮することは定款で妨げないというような感じになっておりまして、ということになりますので、ただまあ、ちょっと思ったのが、6年上限、4年上限って、まあ、結構なんですけど、その短縮を、例えばですよ、寄付行為で、評議員も理事も1年とかって決めちゃうことももし可能となっちゃうと、なんか毎年毎年選挙してるみたいな危惧もあるのかなとふと思いましたけども、まあ、その辺はもう、学校、個々の法人さんの、まあ、自主性に委ねるといいますか、寄付行為の定めるところに文字通り従うということで、まあ、ある程度裁量を認めるということでもよろしいのかなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、あまり 細かくする、短くしすぎるということは、おそらく各学校法人でもないことかと思いますが、上限を定めるということについてご懸念が、あるやもしれませんが、この点につきまして、先ほど申し上げたような、やはり選任解任という手続きをきちっと経ているのだと、その年度では経ているのだということを社会に示しておくという意味合いがあると。で、ただその定め方については、記者選任をするだとか、理事長だとか、また学校でありましたら、この大学長や校長の任期、そういったようなものとの勘案して、設置する学校主によって、それぞれの学校法人でお決めになるということになろうかと、こういう趣旨であろうと思います。任期についてはそういうことでご理解いただけるということでよろしいですか。重永委員。はい。で、重永委員もよろしいですか。何かご意見あったんですか、今。はい。すみません、恐れ入ります。今、福原先生がまとめてくださったところで、OK でございます。上限のと年数を提示したから、それを法律が各学校法人誘導して行くということではなくてですね、で、まあ、私ども の学校法人グループは、現在、理事も評議員も3年が任期というふうになっておりますけれども、まあ、それを、まあ、あえて変えなくてもいいというような判断を今しながら聞いておりましたので、ありがとうございました。ありがとうございました。小原委員からいつもそのことがこう何か他の見方へ影響が出てこないようにというご試算をいただいているものかと思いますので、小原委員のご指摘も受けたまっておきたいというふうに思います。ありがとうございます。佐野委員、この件についてでしょうか。はい、ありがとうございます。私も上限を定めた上での寄付行為の任性を持たせるって、これも全く異論ないところでございます。で、この任期の期間の問題ではなくてですね、終期、終わりの問題について、
このちょうど今見ています8ページの理事の任期、評議員幹事の任期のところに中書きで7番っていうのがございますので、これについてちょっと任期という言葉に絡めて確認をさせていただきたいんですけれども、任期、年数があったとして、その会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までという、中書きがございます。これ非常に重要なことで、多くの学校さんが人事異動などの関係で結構3月末で任期終了、4月1日というのが多いんですね。しかしながら、2年にしろ4年にしろ6年にしてもですね、やはりその職務の全うを終わるというのは、やっぱり決算書類のいわゆる承認であるとか報告、こういった時期になるので、この周期終わりについてもう少しこの中ではなくて本部に挙げるなどして、私学さんの注意喚起を促して、移行時にはそういった形を取っていただけるような手当てをしていただけないかなと思いまして、ちょっと任期という言葉に絡めまして周期終わりの話をちょっとさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございます。同時にそれは新任期の式とも関わるわけでございますので、任期の式と周期につきまして、これがいろんな事情で ずれてしまったままのところもあればということですが、しっかりとした責任を取る期間を明確にするという意味でも、ただいまの佐野委員の発言は大変的確で重いものがあると私自身も拝聴いたしました。ありがとうございました。この点ご意見、貴重なご意見として受けたまっておきたいというふうに思います。では任期につきましては以上とさせていただきまして、少しこの後一般的なご意見等もあるかと思いますが、少し長くなってきておりますので、ここで10分ほど休憩を取らせていただきまして、そして休憩挟んで、まず小原委員ご退出の時間があとわずかということであれば、まず休憩後、先に小原委員からさらにご意見ご指摘問題提起等をいただいてから、他の方々のご意見をいただこうというふうに思います。では15分開始でよろしいですか。17分、そうですね、17分、私学行政課厳格でございます17分再開ということで、ここで10分休憩を取らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ご協力ありがとうございます。それではご休憩いただいた後、続きましてですね、議論を再開いたしてまいりたいというふうに思いますが、終わりにもう少し先ほどの点に加えてとか重ねてで、ご退出前にご意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。ありがとうございます。それでは2点ほどです。まず10ページのところ、内部統制システムの整備でですね、8行目のところに、幹事への内部通報等の内部統制システムの整備を下すっていうところがあるんですけども、これ誰が幹事に 内部通報するのか、場合によっては幹事の仕事が物理的に増えてしまう恐れがありますので、この辺を少し明確に示しておく必要があるんではないかなと思います。最後の点ですけれども、12ページですね、寄付行為の名称です。で、これ、終わりの部分ありますね、ただし、評議員や外部理事に積極的に法人のガバナンス構造を理解してもらう意識も高まっており、一般的により理解しやすい用語とすることを引き続き検討していくべきであるというのは、これはもう早々に寄付行為という名称をやめて、定款という、産業界と同じにするという意図があってのことなんでしょうか。この辺、どうなってるか、ちょっと私としては気になるところです。ずいぶん気にしていただくところが多くて恐縮でしたけれども、まず小原委員の方から、ご懸念、ご意見を踏まえて頂戴したところについて、私や事務局の方から、
コメントさせていただいて、他にもご意見いただきたいと思います。全部で5点いただいて、3点目の任期につきましては先ほどまとめをさせていただきましたが、まず第1点にといたしまして、理事会と評議委員会との関係におきまして、主査の覚書では理事会が最高の意思決定機関として位置づけられていたなというこういうご指摘がありましたけれども、私の覚書のところでも理事会が最高の意思決定機関ということを明示したわけではございませんで、かといって今までの評議、前身の会議で、定められたような評議会が、最高の意思決定機関、そして最終の監督の機関という、そういう位置づけはいたさないという、直ちにそこまで持っていくということは、これは議論は得られませんよという意味を踏めたわけでありますので、直ちではなくて時間を置いたらそうするのかというお言葉を頂戴したんですけれども、これはそこまでも私は考えておらず、そのままの表現が、使われたということでございます。ただ全私学連合の方でおまとめいただきましたものにつきましては、明確に、この理事会がその最終意思決定、ということを謳っておられて、評議員会は諮問機関であることを、原則とすると、このようにおっしゃっていただいておりますので、ここのところは、おそらくいろんな学校種によって、異なることもあって、原則としてというところでご意見の調整をいただいたものと拝察をいたしております。そこで、この主査覚書も報告書案も、そのミニマム評議会においても決定を議決していただかなければならない事項を明示をして、そして、その事項に関する、その基礎的変更最重要事項に関しての決定の理事会と評議員会の議決の関係については、それぞれの学校主において決めていただく、明示しておいていただくという立て付けになってございますので、その意味で、どっちかしなきゃならないと、こういうふうに言ったわけではなくして、できますれば、規制区分というのがありましても、同じ学校法人であれば、ミニマム同じルールを設けるということができるところはしておいて、そして学校種によって異なるところは、岐阜高位等で、こうしていた。こういう、ルール作りの基本を踏まえて述べさせていただいておりましたので、それはどっちかどっちかという、決めつけを避けさせていただいたというふうにご理解いただければというふうに思います。それから2点目に、この機会に不祥事が起こっていないからこのままではいいではないかというふうに言ったところは、なんかそういうふうに言ってた人が、いることを批判しているかのように受け取られかねないということでございましたけれども、これはみんなの、みんながそう言ってたわけじゃなくしてですね、そう、私学の、ここにいる、私学の関係者、みんながそういうふうには思っているわけじゃないですよということを、社会にきちっとお伝えをしてですね、私たちの態度として、何も不祥事が起こっていないところを、だから、改革はしないという、そういう態度ではなくて、この事態、私たちは自律的に、私学関係者以外からの意見で、私学のルールが決まるのではなくて、私学の関係者の知恵と努力で私たちのルールを作っていくんだって、こういう姿勢を示したかったばかりの言葉でございますから、この点ご了承いただければと思います。そして第4点の内部統制のところの幹事への内部通報というものと、それから5点目の寄付行為について今後の検討という表現が気がかりだというご指摘をいただきましたので、この点何かコメ
ありがとうございます。10ページの内部統制システムの整備の部分、ご指摘の行に、リスクマネジメント、内部監査、では幹事のサポート体制、そして幹事への内部通報といった具体の事項を書いておりますのは、これは他の法人制度も含めまして、一般的に内部統制システムとして決定すべき事項ということで、主に省令などの規則において定められている事項の一部、代表的なものをここでご紹介しているものであります。その上で、幹事の内部通報という部分は、例えば他の世界、法人の世界におきましても、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制といったような形で、法令上は出てきますけれども、誰がその幹事に通報するのかっていうのは、あくまで内部通報でございますので、法人内におきまして、役員、あるいは、職員、教員などが、不正等を発見した場合に、幹事さんにそれをお伝えするということで、幹事の監査業務というものを情報収集を支えるというような意味合いで受け取っていただければというふうに思いました。以上でございます。はい。お時間が限られているところで貴重な意見頂戴してまいりましたけど、小原先生、他に何かございますし、よろしいですか。今のところの回答でひとまず。というのは、ある程度人事部とかそういうの間にはまさってもいいということですよね。それは結構いいで。はい、わかりました。それでは、他にまたご意見いただいてまいりたいと思いますが、先ほどちょっと、新しい意見もらったっていうのは、さっきの、その前のところの佐賀委員、ちょっと副大委員、田中委員、新たにお手を挙げていただきましたけれども、休憩前に、された意見に関して、少し、議論あるいは回答をさせていただいてからご意見いただきますので、それが終わりましたら副大委員、田中委員の順番にご意見いただいてまいります。その前に、金見委員から、任期にの他に2点、ご意見いただいております。その一つが、校長の権限というところについて、少しその尊重というところが強すぎるのではないかという、表現上のご懸念、あるいはご指摘をいただいたわけですけれども、これはやはり学校教育法と私学法という立て付けの関係におきまして、とりわけ大学を設置するという学校法人等におきまして、その学長、教学の長の意見というものを尊重をした運営ということを社会的にも明確にするということをさせていただきましたので、これも教学と法人で教学の方が強いというわけではなくして、それを尊重すると、資質の違う仕事をしておるわけですから、それを述べさせていただいたということで、ご懸念を払拭していただければと思います。もう一つ3点目に、個法人のことに関してご指摘いただきましたけれども、ここでいう個法人というのは戦略事業法人とその学校法人が出資等をして設けている事業会社でありますとか、その他の組織の方を指してございますので、学校法人、学校法人というわけでは必ずしもございませんので、その点、そういう表現をさせていただいたというふうにご理解をいただければと思います。で、次に佐賀委員の方から、やはり理事と、ですね、理事と評議員、金見にしたか、失礼しました。すいません、金見、今いただきました、ありがとうございます。ちょっと尊重しているところは私学法で学法人の役割としていいんですが、司る権限を最大限というその言葉の言い回しがちょっと どうなのかなと、わざわざこの文言を入れる必要があるのかなということをお聞きしたかったのと、あと個法人につきましては過去のトラブルでですね、決算時期が違っていて、でそこで、いくつかトラブルを起こしたような事案があったように記憶があるんですが、そういう意味でその
不祥事の話を考えたときに、この辺をどう整理するかということも、考えた方がよろしいかということで、あの発言をさせていただきました。ありがとうございます。ごもっともなご意見かと思います。あの、まあ、学校長の権限につきましては最大限というのは、これは学校を冒頭から申し上げておりますように、学校法人というのは、まあ、学校を設置しているというところが他の法人と、異なっていて、あの他の法人と異なるその点を強調して始めたものですから、まあ、そちらの、学校あれ大学でありますかな、そういうところの、教学の権を最大限、尊重するということで、まあ、絶対的にさ、絶対的にと言ってるわけなんで、最大限という学校法人の、あの特徴を強調させていただいた、主査覚書や、報告書の表現でございますので、そういった表現がそのまま法律化するというわけではございませんので、その姿勢を、あの、示させていただいたことで、ご理解いただければというふうに思います。絶対的というわけではなくして、やはり学校法人と強調して、法人の経営と強調していくことは当然のことでございますので、あの、ご理解いただいて、ご意見としては賜ってまいりますね、とご理解いただいて。それから、個法人について、あの、決算時期が異なるということがございました。これはあることでしょうね。ただこれ会計処理としては連結をするわけではないので、あえてこの決算時期等が異なっていることが何か、問題というか、そういうことが起こってくるということでしょうか。あの、その点、ちょっとご懸念の、はい、はい、過去にですね、そのいわゆる決算時期が異なっているところで、まあ、資金の流動性を高めてしまった学校法人があったというふうに、あの、記憶をしておりまして、そういうことを含めて、どういうふうに考えるかということかと思います。 ありがとうございます。これはご教示いただいたものとして、あの、ベタ回らせていただきまして、今回そこまで、あの、個法人のところにまで議論が、あの、及んでおりませんけれども、あの、ご指摘、ベタ回っておきたいと思います。ありがとうございました。では、もう一点、あの、佐賀委員からいただいた、理事と評議員の兼職について、講師においては依然、あの、現行と同じように、しておけないだろうかとい うご意見でしょうか。総論からいきますと、あの、全国知事会からの意見書にもあるように、まあ、小規模であるほど、制度改革改正の負担が大きく学校への多大な影響を及ぼす可能性があるので、したがって、まあ、中高法人については学校教育や学校運営に支障が生じることがないような慎重な措置をお願いしたいというところから、中高連としては理事と評議員の全面的な兼職の禁止については知事所管学校法人適用しないことを望みますということで、問題の所在は評議員をリースプラスアルファに減員すれば済むという単純な数合わせの問題ではなく、やはり、あの、小規模法人の多くは、何と申し上げるとおり、学校法人の運営にあたっては理事、評議員、教育教職員など学校関係者が一丸となって当たっているということもあり、理事と評議員の牽制機能とか、役割分担などと言っている場合ではないのが事実です。その意味で、理事評議員の、兼職禁止については、知事所轄学校法人には適用しない形としていただくよう、望みます。もう一点なんですけれども、寄付行為について先ほど小原先生からございましたように、やはり、寄付行為についてですが、私立学校においては寄付行為という用語は、単に法律用語というだけでなく、むしろ学校法人の私立学校の存在の原点を象徴的に表す用語であり、私立学校では今後も、維持すべきと考えております。寄付行為の名称については、これまでも学校法人のガバナンスに関する有識者会議などで検討されており、引き続きの検討事項とするのではなく、本特別委員会において寄付行為の名称は維持すると決着していただくようお願い申し上げます。以上です。はい、ありがとうございました。まあ、寄付行為の方につきましてはおっしゃる通りでありますので、そういう
言い方を今後の検討においてもしっかりと確認して理解に努めるようにいたしませんと、寄付行為がルールであるのかどうかということで誤解を招く可能性がございますので、その点を述べたまでだというふうに思います。それから兼職、理事と評議員の兼職ですが、これは佐野先生、今回の私たちのここでも意見まとめてきたものは、評議会をそう最高の強大な権限を持った機関としてはいませんので、はいはい、そこが大きな権限を持つということになりますと、これ、兼職しないと大変心配だと、理事会とは違った考え方が、の方々がそこで起こって、こう、協力関係がつかめないんじゃないかというご懸念が残るかもしれませんが、今回は、評議会がそのような強大な権限を持つということは、私たちには、そこの懸念というよりは、なんと申しましょうか、やはりその実務的にこう、うまく、なんていうんでしょうかね、スムーズにいろんなことを運ぶためとか、あとやはり、なり手の問題のことを非常に懸念しておりまして、より小さい学校法人、まあ、幼稚園も含めてですけれども、そういうところで、実際にこれで、なり手、引き受け手を、見つけることは、今後もその長期化とか、そういった中で、地方もこう老齢化進んだ中で、そういうことは維持できるのかというような方で、その、ちょっと、はい、どっか力があるという話とはちょっと違うと思います。はい、はい、ありました。しかし、社会福祉法人の、改革をしたときにも、そういう意見が強くて、それを見定めるときに、まあ、経過措置を置いて、実施にあたっての、慎重を期したという例があったというふうに、私も承知しておりますし、その場合、認定こども園等につきましては、企業型、それから学校法人型、また社会福祉法人型っていうのがあって、まあ、それぞれ先に改正されたルールに従って、まあ、設置したところにおいて、まあ、そういった同様のご懸念があったけれども、まあ、この間の経過期間が、過ぎたところにおいて、まあ、そういったご懸念が具体化したという事例はなかったというふうには聞いておりますので、まあ、こういう形を取らせていただいたんですが、他に、また理事会のご推薦等によって評議員が選ばれるのがかなりの数、認められるということでございますので、兼職を、この機会に、その、外す方向で、努力していただくということも可能ではないかという、こういうふうには、拝察しておるわけでございますけれども、やっぱりどうしても人が見つからないという、そういうご趣旨でしょうか。佐賀院いかがですか、その点。私ども、例えば私個人の学校では多分おそらく大丈夫だと思いますけれども、やはり本当に何でしょうか、懸念しているのは、やはり私どもより地方の小さい学校、が本当にその、まあ、かなりそれも地方の小さい学校の場合に本当にできるのかっていうのを、私ども、取りまとめとして一応心配懸念をしているという話になります。それとやはりその一部でも、まあ、兼職者がいた方が本当に何かとこう連絡のスムーズさもあるのだというのが実務的な話です。ありがとうございました。はい、むしろその点についてでしょうか。田中委員、今の点で、はい、その評議員と理事は、やはり役割が異なるということは随分議論されております。専門委員の有識者の方の専門の委員の方たちからも、役割が異なるということは、ほぼ皆さん全員おっしゃっていることでございまして、で、ですと、そうするとやっぱり兼務ということの理屈が通らないので、それで、ここでもおっしゃっていることは、この2つポイントがありましてね、佐賀院 のご指摘を受けて、我々が考えられるのは、評議員の数の下限を下げると、
ですから、ですから理事会の数も下げれば、理事会の数と評議員の数は同じ以上ということになってますから、同じでもよろしいとすれば、例えば、まあ、理事会4名で評議員4名ですとか、まあ、3名と3名とかですね、評議員3名、理事会3名で役割が異なるという、やはり意思決定する方たちとモニターする方たちというふうに分かれると。で、そうすると、兼職の人数の問題はある程度、なんとかクリアできる可能性がありまして、そして、じゃあ、どういうふうに意思決定して運営していくかということが、評議員の方に分からないだろうということに関しては、こちらにも書いてございます、書いていただいておりますが、評議員会に理事が出席して、評議員の方の質問に答えると、実際どういうふうに運営しているかは、そこで説明するということでございますので、とすれば、その連携が取れるということなんですね。で、今回のこのおまとめで非常にありがたいと思っていますのは、強調するというのと同時に、まあ、牽制をするということでございまして、モニターはするんですが、やはり協力してその学校法人を運営していくという考え方を前面に出していただいてますので、人数は少なくても、同じ数であり、で、お互いに理解し合うようにする。ですから、理事も評議員会に出席してという議決権を持たないわけですが、ご質問に答えて内容をよく評議員の方に理解していただくと。とすると、佐賀委員のおっしゃっているご懸念は解消できるんじゃないかということがございますので、それのことで今ちょっと手を挙げました。先ほど手を挙げたら違うことですから、それはまた後で。今のね、やはり実務大事ですし、現実にその場でいろんなご苦労していただいている方々のご意見を今回は最大限この受け回ろうという趣旨でこの委員会を運営させていただいておりますので、一方では社会に理解をしていただけるものでなければならないとは言いつつ、やっぱり実務で、非自分なものではないと法制化できないということですので、同じと小野委員いかがですか、この点、今の理事と同議員の、はい、当初ですね、兼職を禁止するということで、うわー、そわーっていう感じに、なっちゃったんですが、私どもが当初からお願いしておることのいろんなご配慮で、逆に、まあ、評議員の加減点数、加減定数のですね、引き下げとかですね、そういった配慮をいただきましたので、まあ、本当に現実的に、照らし合わせてみれば、当初、転職を禁止することによって、評議員のなり手がいるのかな、なんとかなとか言って、まあ、理事の定数倍以上というイメージで考えてたので、まあ、そういうところが、十分に課せられる一方、運用にあたっての具体的な現実的な配慮というか、がなされたという点で、私どもは逆によく理解できますし、そういうことでしっかりと、やはりこの兼職の禁止というのは、今回いろんなこう重要な課題があるとは思うんですが、やはり一番重要な柱立ての分だと思いますので、まあ、そこは十分私たちも、加盟園に対してですね、今後のやはり理事と評議員との役割の違い、そして時代が求めるですね、それぞれの、立場を十分逆に、運用段階に当たってですね、会員の皆様に啓発して理解を求めるということにちょっと今先、もうその気持ちが半分いっておりまして、いやもう 何よりも主査を中心にいろんなこう相反する事項をですね、現実的にお取りまとめいただいたことに本当に改めて感謝と敬意を表します。ありがとうございました。ありがとうございます。実務で、社福の方でやっておられるところあたりは、もう先行した経験が終わりですので、まあ、そういうご意見も出てきたことかと思います。まだ経験がないところは、急に終わればいいんですけども、ご心配が先立つということも、これ、ごもっともなことかというふうに思いますので、この点、法令を整えた後の、実施時期や、またそういったところで最大限の配慮措置ができればなというふうにも思っておりますので、はい、副大臣先にこの点も含めて、ご意見等いただければと思います。いかがでしょう。はい、ありがとうございます。
この件を含めてと今おっしゃられましたんですけど、非常に収まりのいい評議委員会と理事会というふうに私どもといいますか専修学校の方としては考えてございますんで、そのことはまず申し上げまして、手を挙げさせていただいたのは専修学校らしい意見かもわからんのですけども、本日の具体的方策についての4ページですけども、4ページの中ほど 2-2 の項目で、6行目ぐらいにから始まるんですけども、その際知事所管学校法人であっても全国的に展開するなど大規模な法人については大臣所管法人と同等の扱いとすることも考えられると。またここの一番下段ですけども、大臣所管学校法人以外の法人を中心として慎重に措置するとともに必要に応じて経過措置をも定めることが考えられると。要するに大規模な法人と小規模、他の学校主の先生方も小規模と規模の話されるんですけども、なかなかじゃあ大規模言うたら5000人以上ぐらいなの、1万人以上ぐらいなのと。小規模いうのは200人以下は小規模なのか、100人以下が小規模なのか、ちょっとその辺が、なかなか具体の数字は難しいと思うんですけども、イメージ的に、質査の方から、もしくは、文科省の事務局の方から、これぐらいかなというようなイメージ教えていただければありがたいなというのが一つとですね。もう一点は、事務局にお伺いしたいんですけども、本日の資料の参考資料、3番です。知事会からのという、ことで、ご案内がございましたけども、このペーパーだけ、どこにも知事会から出てきたのか、それから日にちはいつ出てきたのか、いうことがわかりませんのでですね、もしよければ口頭でも結構ですけども、いつの時点で出てきたものなのか、その辺をご教授いただければありがたいと思います。質問とご意見としては2つ以上です。はい、ありがとうございました。では、兼職のことも関わるかと思いますけれども、大方の皆さん方は、ご議論いただいてきたところで、兼職をこの機会に禁じるけれども、今、実務運営上のご懸念もまだ完全に払拭されたとは言い難い状況をご指摘いただきましたので、この点につきましては、随所に書かれていますように、規制区分と、規模別規制区分等における配慮という中で、対応していくことが必要かと認識させていただいたということで、まとめさせていただきたいと思います。そしてそれに加えて、普段から、規模別っていうんですが、資料を読んで規模という言葉がこう、一人歩きしてしまったんですが、実は、ここに書かれているものでは、規制を区分するのでは、大きくは、大臣所轄と、知事所轄という形になっていて、ただ、所轄といえども全国的な規模で、ここでいう規模っていうのは、やっぱり、大臣所轄っていうのが全国的な規模で、展開しているという了解があるのかもしれませんが、どちらかというと、その所轄によって決めてるっていうんで、規模の大小とか、会社だったら資本金だとか負債の相応とかいろんなのがあるんでしょう、あるんですけど、そういう規模というのはなかなか学校法人、設置する学校のもので、従業員数だとか資本金だとか、そういったもので決められるわけではございませんので、ルール作りの上では、今申し上げた大臣所轄と知事所轄という形で、整えているというのが基本であります。ただ、その他について、資料4も含めてちょっとコメントいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、今、主査からもお話ございましたが、学校法人というものを全体として、一つの
学生数や、まあ、財政といった観点での規模基準で、まあ、切ってしまう、まあ、区分していくという発想ではなくですね、これまでの取りまとめの方向としては、まあ、前回も主査おっしゃられておりましたけれども、まあ、その教育、かけがえない教育をやっていく、そしてそれの社会的影響の大きさというところで一つの、まあ、線引きとして、大学等の大臣所轄が法人というところには、逆に言うと、ここは、未小規模か大規模かということではなくて、そういった社会的影響政策的な観点から、やるべきをやるという共通の、まあ、取り組みというのを求めつつ、そして知事所轄の学校法人の部分については、逆に、まあ、他の法人制度でもですね、規模区分採用されているようなところに、少し参照しながらですね、そしてまた、今日も議論出ておるような、まあ、移行措置、経過措置のような配慮というものも、加えながら、この制度の移行というのを、まあ、考えるというのは一つの区分というふうに考えています。で、その知事所轄の中でもしかしながら、じゃあ知事所轄だから、ということで、じゃあ今度は全部、その右側の、表の右側の区分でいいかというと、そこはやはり大規模広域の活動されている学校法人というのは、むしろ大学を、まあ、しのぐような規模のものも、まあ、実際にはあろうかというところは、まあ、考え方としてやはり、大臣所轄、大学と同等の扱いを、まあ、していく余地というのはあるんじゃないかということだとは思っております。ただ、この、じゃあ、部分の、まあ、規模、あるいは、広域性といった部分をどこまでというのは、なかなか、まあ、今、ここで、掘り下げて決めきることは難しいかとは思いますが、それはまた、法律より先のですね、この今日の資料を、まあ、読んでも示しておりませんが、やはりそれは法律よりは、その先の政令、あるいは省令といった事項の中で、さらに、規模っていうのは、まあ、具体化していくような事項ではあろうかと思い、今回は考え方としてあくまでまとめています。ただ参考に申し上げれば、その社会福祉法人においては、その、まあ、会計監査、あるいは内部統制といった部分で、まあ、財務に関しての基準がありまして、これは例えば大規模法人というのは、まあ、収益30億円、負債60億円といった、まあ、基準が設けられているような例もありますが、まあ、このあたりもそういったところを参考にして、今後、また検討を深めていく部分かなと認識しております。ありがとうございます。はい。今の、コメントで、資料4というところも、これは今後、法令レベルというよりは、いろんな省令ですとか、その他の、あるいは経過措置を設けるという案を、まあ、案というか、一つの方向性を示したもので、必ずしもこれで、今日ご理解いただいた、決まったというわけじゃなくして、まあ、対応する方向性が示されたものとして、ご理解いただければというふうに思います。やはりきめ細かいのが必要かと。今の点についてでしょうか、川並委員。はい、どうぞ。じゃあ、川並委員先に。はい、ありがとうございます。おっしゃると福田委員、川並委員、順次は、福田委員、よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。今、おっしゃる通りで、これの1ページの下の方にも、解放令通知の検討はということで、おそらくそこで出てくるんであろうなということは、推測もできておりましたんで、今の、補佐のお話で、十分理解できました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では関連して川上委員どうぞ。簡単に、まず資料4ですが、今までずっとこの資料規模に応じた対応策という対応案という形で来てますけど、今主査から話があったように所轄で分けているんであれば、このタイトルをですね、規模ではなくて所轄に応じた対応案というふうにしていただいた方が我々の混乱が少ないのかなというふうに思います。で、その中で、今、まあ、社会的影響という話が出ましたが、まあ、大臣所轄のですね、まあ、大学短大高等専門学校高専ということになるんでしょうけども、まあ、これについてはやっぱり高等教育ということで影響が大きい
ということだと思います。今ここで議論するべきことではないかもしれませんが、まあ、いろいろと高等教育 の、 定義もですね、いろいろと入り組んでいるようなところもありますので、まあ、どこかでその高等教育、まあ、についてもですね、少し整理をしていただいたらありがたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。まあ、この資料4について規模って最初からは規模って書いたものですから、それまでずっと使わせていただいておりますが、むしろこの規模っていうのはまあ定性的な方が、うん、を指しているということをご承知いただければと思います。はい、では規模別のところについてまではそこでご協力いただきましたが、ではその新たに、他の点につきまして、田中委員から、その後かな、あ、かなり今の点についてでしょうか。先にカナミン、関連するならばカナミン先に。いえいえ、終わりました。すみません。はいはい。じゃあ、田中委員からよろしくお願いします。ありがとうございます。この度、福原主査が非常に現場の意見を聞いて、これバランスを取ろうとしていることに感銘を受けておりますので、その点から、小原委員がお立ち直りました。小原委員がおっしゃったことの1点目と2点目について、ちょっと私の意見を仕上げたいと思うのは、6ページ目のところでありますが、今回 の、 その理事会と評議員会と関係性の中の第一段落の4行目のところですけれども、この評議員会の最初に意思決定機関とすべき意見もあったがの後のところですが、その必ずしも直ちに不可欠な措置とは言えないのを、この直ちにを削除していただけないかということで、これ、小原委員も気にさせたところですが、必ずしも不可欠な措置とは言えないということで、意味はほとんど十分に通ると思うんですね。このそのタイミングについては直ちにというのはこう直感的な意味なのかもしれませんけれども、必ずしも不可欠な措置とは言えない、すなわち、評議員会を最終決定機関にしなければならないという意見もあるけれども、必ずしも不可欠な措置とは言えない、でそれが必ずしも妥当性を持つわけではないということを申し上げる。で、全否定するわけではないですけれども、そのやっぱり、直ちにというと、やっぱり そこが弱いというご指摘があったと思いますので、直ちを抜くだけでは、その意味合いはほとんど変わりませんので、やっぱその方が、一つのはっきりしたメッセージになるということはございます。それが1点。それ小原先生のお気持ちも考えて、その福原主査のおっしゃるようにこうバランスを取れればと思います。もう1点は、小原先生がおっしゃった2点目なんですけども、4ページ目でございますが、現状では問題がないから改革の必要性ないと判断するのではなくということについて、これ別に犯人探しをするとかそういうことではないと思いますので、であればこういう表現はいかがかと思います。現状において問題がないからといって改革は不必要 と判断するべきではないと。それ客観的なんですね。現状でも問題がないから改革の判断必要ないと判断するというのは誰かがそう思ってんじゃないのみたいな、誰かがそう判断しているんではないかというニュアンスに聞こえるということをおっしゃっていると思います。で、ここは現状において問題がないとしても、ないとしても改革が不必要であると考えるべきではなく、という、ないと。で、まあ、まるで切っていただいてもいいんですね。判断すべきではない。そして先行する側の改革の議論を参考に進むということで、その非常に客観的に、現状に問題がないと としても改革が不必要というわけではない、まあ、もしくは、私学のガバナンスを高めるために改革が不必要であるとは言えないという、そこで丸で切っていただいた。でそういう客観的表現するだけでこの、合意書は非常に確証が上がると思いますので、ぜひそのあたりご検討いただければという、非常に細かいことですけれども、もう福原主査のおっしゃるように、やっぱり気持ちが一つになることが大事だと思っていますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。まさに、腕が走りすぎたところを踏まえて、今日コメントさせていただいた私たち の、 意思を社会に発信するという意味からも、まあ、田中委員のご指摘はごもっともかと思いますので、受けたまわっておきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは次に佐野委員、梅本委員、有識者の方々からの意見を賜ってまいります。いかようなところからでも、また今回先ほど出ていったところとの関連でも結構でございます。佐野委員からどうぞ。はい、ありがとうございます。
私もこれ全体としてですね、本特別委員会の趣旨でありますところの丁寧な説明、それから私学の合意形成、これに向かって大変おまとめいただいて、事務局の方々のご苦労に敬意を表したいと思っています。で、その中でですね、先ほどちょっと理事の任期との終わりの件について申し上げましたので、あと3点ほど、確認を含めてちょっとご意見をさせていただきたいと思うんですが、まず1点目がですね、9ページの評議員会の構成のところですね、直書き、真ん中よりちょっと下ですかね、直書きのところですが、なお知事所轄学校法人については、近親者云々ということで、評議員への役割があるんだから、就任してもいいんじゃないかというような書きぶりになっています。これについては私は小規模法人に限ったことではないというふうに、ごめんなさい、知事所轄法人に限ったことではないということでよろしいんではないかと思っておりましたので、この上限を設けることによってカバーできるわけですから、近親者等が評議員に就任することを知事所轄法人に限る必要はない、ここに限定する必要はないというふうな書きぶりにしていただければと思ったところです。2点目がですね、10ページから11ページにかけての会計監査人の整備のところです。これ大変おまとめ、微妙な書きぶりになってるなと思いました。10ページの下の一番下の段落では、学校法人会計の適正確保について、財務情報の信頼性確保ということだと思うんですけれども、専門家の担保が必要だというふうにお書きいただいています。ところがこれ、根拠法令については触れてないんですね。で、次の11ページに行きますと、大臣所轄法人については、会計監査人を設けましょうと、規定しますと。そして、知事所轄法人にあっては積極的に入れましょうと。法律には入れませんよというような書き売りになっています。で、先般の第4回の委員会の時には、この財務情報の信頼性確保という点、それからいろいろ幹事との連携含めまして、女性法から私学法に監査の根拠を移すことを検討してはどうかというようなお話もあったかと思うんですが、この辺のところオブラートに包んでお書きいただいているので、まだペンディングになっているのかどうか、その辺のところをちょっと確認したいなと思いました。それから最後3点目なんですが、同じ11ページのですね、個法人のあり方、先ほど川並院からもちょっとお話が出た出資会社の件だと思うんですけれども、決算期が違ったらば、どうするのか問題があるよねという提起がございました。もうこの決算期のずれによる問題っていうのは、学校法人の子会社にか、あの子法人に限らず出てくると思うんですが、中期情報の充実、開示情報の充実等によって、である程度はカバーできるように工夫すれば解決の道が出てくるのかなというふうに思ったところなんですが、さてこの最後の段落なんですね、なお書きでお書きいただいてるんですが、なおということで、学校法人間の総合連携統合を妨げるものではなく、小規模な学校法人の存続発展を妨げるものではないという書きぶりになっててますね。これは多分機関設計の移管によって支障が出ないように配慮してるんですよ、小規模にも配慮してるんですよっていうことを意味してるのかなとも思うんですが、ここが書かれてる場所がですね、監査重層的な監査体制の構築という中で、個法人の在り方というセクションに入っているがために、ちょっと意味するところが分かりにくくなってるんではないかと思うんですね。ちょっとこれは個法人の在り方であるとか、監査の問題、幹事会計監査の問題とはちょっと別物だと思いますので、もし内容について冒頭委員間でのやり取りがありましたけども、そういったことを生かすということであればですね、はじめにであるとか、1の3ですか、多様性のところであるとか、2の2の、規制区分など、ちょっと他の場所に移して、この改革会議の検討がそういった小規模法人の発展を妨げるものではない
ていうような書きぶりになさってはいかがかなと、まあ、その文書が必要かどうかも含めて、ちょっとご検討いただければということで、ちょっとコメントさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございました。拝聴いたしましてごもっともだというところが多々ございましたので、受け止めておきたいというふうに思います。じゃあ続いて梅本委員からのご意見いただきます。はい、梅本です。私もですね、1点だけちょっと意見申し上げます。報告書の6ページの、ちょっと先ほどから若干お話出てます、評議員と、理事会と評議員会との関係性というところなんですが、小原先生の読み方と多分私は全然違う角度で読んでしまってるのかもしれないですけども、2行目あたりで、学校法人の基礎的変更等や各法人の寄付行為で定める評議員会の議決事項について、評議員会を最終の意思決定機関とすべきとの意見があったと。が、これは必ずしも、直ちに、不可欠な措置とは言えないという記載があって、で、さらに下の方に行きますと、各機関の決議の優劣を一律に法制上措置するものではない。この場合、学校法人として理事会と評議員会との建設的な共同を促進するための手続きを各法人の寄付行為であらかじめ定めることも考えられるという記載がございまして、福原先生の前の覚書も踏襲された表現かなと思ってるんですが、要するに評議員会の議決事項と、するということの意味は、要するに評議員会が議決しない限りは、法人としての意思決定にならないと。評議員会、例えて言うと、内閣が法律案を作って、それを決定して国会にかけて、国会が議決して初めて法律になるという、国会が否決してしまうと法律にならんと。いうのとは一緒でして、そういう意味ではやっぱり評議員会は最終の意思決定機関、そういう言葉として、意味合いとしては最終決定機関になるんじゃないかなと私はずっと思ってたんですけども、ただちょっとこの最終意思決定機関という言葉が若干いろいろ いわくつきといいますか、ちょっと誤解を招くような言葉なので、ちょっとネガティブな意味で使われてしまっているのかもしれませんが、評議員会の議決事項にするということは、ある意味論理必然的に評議員会が最終決定機関になるということだと思うんですね。で、あと、で下の方に行くと、建設的な共同を促進するための手続きを各法人の寄付行為であらかじめ定めるということを、許容するというんですかね。うがった読み方してしまうと、評議員会と理事会とで、意見が割れてしまったと。理事会は、例えば寄付行為の今第何条を変更するという議案を決定して、それを評議員会にかけて、評議員会が、例えばその議案を否決してしまいましたと。その寄付行為変更はまかりならんと。それもある意味一つの意思決定だと思うんですけども。じゃその場合に、寄付行為で、じゃあ、その場合は理事会の、例えばですよ、決定を優先するとか、話し合って決めましょうとか、で、まとまらなければ理事会で決定優先するとか、というのをもし許してしまうとですね、じゃあ何のための評議員会かということになると思うんですね。それだと結局議決事項とされたんだけど、ある意味評議員会が諮問機関の域を出ないというんですか、評議員会のご意見は、拝聴しましたけれども、理事会としてはこのようにいきます。で、それを寄付行為で定めることによって理事会の決定を優先するんです。それをちょっともし、ちょっとこれだいぶうがった読み方かもしれないんですけども、ちょっと字面だけ追うとですね、なんかそう読めなくもないようなちょっと表現が並んでるのがちょっと気になっておりまして、もうちょっとその表現ぶりをですね、建設的な共同と相互の建設というお考えは
いいと思いますので、ちょっとそのあたりについてもちょっと明確に、まあ、議決最低限評議員会の議決事項とされたことについては、やっぱり評議員会の議決がない限りは、法人としての意思決定といいますか、それはちょっと難しいんだよということを、出していただけるとありがたいかなと思った次第です。以上です。はい、ありがとうございました。意思決定権限ということからすれば、そこにそういう権限を与えて、評議員会が基本その決ができなかったら、法人としての意思決定はできないということは、まあ、ただその理事会の決定だけでは、不十分ということになろうかというふうに思いますので、理論的によると先生がおっしゃる通りですが、かといってではそのことで最終、それが評議会での最終かというとそういうわけじゃないので、理事会の決定はして、そこの違いが出てきたときにどのような調整を図るかということについては、機構その他で各学校法人できっちり手続きを締めて定めておいていただきたいと、こういう趣旨というふうにことになりますので、それをまあ理論的にどう捉えるかということですので、多少白黒はっきりつけろというご意見もあろうかと思いますけれども、そこが学校法人の意思決定の特殊性という意味で、このような立て付けが を表現しているということになりましたが、まあ、それを分かりやすいように表現しろというご意見としておけたかなというふうに思っています。ありがとうございます。そうした次は米沢委員、そして重永委員いただいてもらいたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。9ページの一番下のところなんですけれども、幹事の、選管委員のところについて、ここで最終的に出てきている案は、この観点からは幹事の選任を理事長ではなく評議員会の任務とすべきであるというようなことになっているんですけれども、これについて、今日お示しいただいた、あれですね、教職員、連合、組合ですかね、の、これなんなんて、どれなんですかね、日本私立大学教職員組合連合から出てるものの、資料の中で、ですね、どこだろう、3の1というのが、これが3ページ目にありまして、そこの中では、まあ、その、ごめんなさい、もう違いましたね、すみません、漢字は、4ページですね、4ページの、4の1のところで、最終的に幹事は、評議員会において選任すると定めること、ただし理事会による推薦は妨げないというようなことが、まあ、書いてあって、でその元になっている根拠として、前回話が出ていたところで、何らかの形で理事会が関与できる余地を残した方がいいのではないかという議論と、それに対してのさまざまな意見というのが書かれていて、その上でこういうような形で書かれているというところがあるんですけども、これについて少し明確に共通理解を持った方がいいかなというのが、まあ、一つ論点で示したい論点でございます。で、まあ、この、どっちにしてもちょっと私自身が非常に気になるのは、私がたまたま国立大学法人というか、国立大学に属していて、その中で幹事の任命は文部科学大臣になるわけですけれども、もちろん文部科学大臣が単独で決めるわけではなくて、まあ、大学から候補者を出すわけですね。でそこで国立大学の役員もそこで何らある程度の範囲で推薦に関わるというような仕組みになっていまして、でその辺を考えたときにどこまでなんていうか評議員会の認定選任というのがその法的な根拠というものと実態というところでどこまでその完全に任せていいのかみたいなところがちょっとまだはっきりしないまま議論が進んでるのがちょっと気になるというところで、全体のご意見を伺った上で何らかの共通の見解はあった方がいいかなというふうに思っております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。確かの北村先生の、では、重永委員まで本日はいただきたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。私あの梅本先生が先ほどあのおっしゃった論点でございますけれども、あの評議員会とこの理事会とのですね、どちらがあの最終なのかというようなね、私は、表現としてあの最終の意思決定というようなことをあの評議員会にもあの持ってこられると、最高機関ではないかとかいろいろなあの誤解を持ったりしますので、できるだけ盛り込まないで、記述していただけたらありがたいとは思うんですけども、実際、評議員会が、の同意がなければこの決定に至らないということであれば、梅本先生がおっしゃるようなことだと思っております。で最終的なですねあの決定は評議員会の同意がなければならないというようなことだと思ってるんですけれども、私どもがその際に、最初からちょっとお願いをあのしてきておることなんですけれども、でそれをあの日常の学校運営にこの押し広げていただくと本当に学校現場はスムーズな、またスピーディーなですねあの決定ができずに、私立学校の本当にあの特色でございますけれども、あのいろいろな教育プログラムをあの日々考えているということがこの実現できなくなりますので、あの非常時に限定するというようなことでですね、あのこう評議員会 この議決が絶対必要だということについてはあの限定していただければと思っております。非常時につきましてはその寄付行為の、変更ですとか、学校の存続のに関わる問題ですとか、あの理事長あるいは理事会の不正の問題だとか、さまざまあのあるとは思うんですけども、そういうのもこう限定的にあの列挙していただくというようなことが、必要かなと思っておりまして、そういう、条件付きで梅本先生のおっしゃることに、賛意を示すということでございます。以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今のあとこれ関連するところまで本日お越しいただきますが、田中委員、あの今の件でございますけど、梅本委員のご意見に私は反対でございます。恐縮ですが、あのやっぱり評議員が最高に決定機関とあの明文化した途端に、その学校法人の意思決定は評議員会が決めなければならなくなるので、その重要事項とか合併とか長期計画とか大規模事業以外でもですね、例えばコロナでオンライン教育に全部切り替えるというようなことを評議員会待っていれば4月にはとてもできない、それ5月にしかないわけですから。でその2ヶ月3ヶ月待ってたらば、あのもうコロナが大感染してしまうという時に意思決定するのがその理事会なんですね。ですから現場の意思決定というものは迅速でなければならない。であの攻めのガバナンスということも必要だということは申し上げておりますし、あの学校法人あの設置、あのこちらの親委員会になります学校法人審議会、学校法人分科会 あの会長でいらっしゃる村田あの修関西学院大の学長もそれはすごくおっしゃってるんですね。やっぱり攻めの我慢するというものが必要であると、つまり意思決定するのはどこかということがはっきりしなければならないと。 あのですからあの平成26年の、私学法ではそこをはっきりさせたわけですけれども、今回はあのそこはかなりあの丁寧に今回福原氏はまたあの事務局のご尽力によって、その協調的にうまく融和的に進めるということで、良い表現にしていただいていて、その法的にどちらが優越かは定めないというふうになさっているんですよね。でこれ大事だと思いまして、その大事なところは評議員会に決めなければまずいですということはおっしゃっているんですが、最高意思決定機関であると言ったにもうあの何も決められなくなります、理事会が。で それは非常にまずいだと思うんですね。ですからあの今の表現をお守りいただくことが今回の改革のやっぱり肝になるというふうに存じております。以上でございます。はい、あのなんか一言でこう表現しようとしてしまうと、その言葉が一人歩きするということでありますし、理論的に何かこうあのまとめたいと思いますと、それがまた一人歩きするということで、必ずしもあの上本委員もあの皆さんご懸念のような
言葉遣いではなくて、理論的に見ると、やはり評議会の議決というものがないと、理事会の決定と合わせてないと、法人の意思決定にはならないという、そういう意味をおっしゃってただけだと思うんですが、梅本委員、ちょっとコメントをいただいて、そこまでとしたいと思いますが、いかがでしょう。すみません、梅本です。私、何でもかんでももちろん評議会で意思決定しろというつもりは全然ございませんので、ただちょっと文章を読みましたら、その基礎的変更とか、まあ、寄付行為であえてその議決事項としていることについても、評議会の意思決定じゃないみたいな、なんかそういうふうに読めたものでしたので、まあ、もうちょっとその表現ぶりをクリアにしていただけないかなという趣旨で申し上げました。その点で別に田中先生と私全然意見違うとは思ってないんですけれども。でもじゃあ最後にあと一つは大崎にお手が上がったんで最後に一つ、はい、実感がないところなんですが、私は田中先生と同じように読んでます。これはですね、あくまでもその前の段落の学校法人の意思決定とするっていうところで2つが揃わないと学校法人の意思決定にならないんですね。先ほど国会の話でされたんですが、衆議院と参議院が共に決まらないとまずいわけです。でそれが衆議院と参議院が違った時どうしますかって、まず両院協議会を開きましょうっていう話があるわけで、それここで福原先生おっしゃってるわけですね。一律に決着つけてんじゃなくて2人で話し合いなさいよと。でそれで話し合うのが、ここにありますように寄付行為でどういうふうにしますかと、これがまさに共同してやりましょうと、そういうことを福原先生これ書かれたんだと私は思っておりまして、そういうふうに読んだんですね。でそこについてはその決着のつけ方は、例えばこういう予算案については衆議院が優越するとか憲法に規定があるわけですから、こういうことについてはこうこうこうだというのがこれどっかで決めがあればいいわけですから、通常これファンダメンタルチェンジですから、これ大変重要なことですよね。これが理事会と評議員会が全く2つに分かれてしまったというふうになってきますと、これもう一回話し合いなさいよと。それどうしてかというと、1回だけの評議員会じゃ決着つかないことだってあるわけですよ。でどうも誤解が生んでるんじゃないかと理事会が思ったら、2つが集まってもう一回評議員会開けばいいわけで、それを寄付行為で書いておけばいいっていう、そういう趣旨で私読んだんですが、田中先生もそう読まれたんじゃないですか。そうですね、田中さんもそうですし、私も例えばそれで一時不採だからそれはもう全部ダメになっちゃうよっていうのをなくして、説明が足らなかったら説明を尽くして再審議をしてもらうとか、あるいはその、はい、評議会がやはりステークホルダーの意見として理事会では配慮されなかった意見がそこで出てきたために保留をしたんであれば、それを踏まえた修正案をまた理事会が出してくるとかですね、はい、こういった建設的な協調ということをが大事なんであって、どっちが違ってるからこうしろっていうことが学校法人の運営にとって重要だったのではないと、まあ、こういう趣旨で皆さん一緒ですね。それを理論的にどういうふうに制度づけるか大変難しいところはあるかと思いますが、その趣旨ですから、福原先生おっしゃったように、はい、一律に法律上の措置をするものでないというところがメッセージだと私は思って読みました。お約束いただいた時間が近づいてきておりますが、年度末でお忙しいところなどとは思いますが、本日多数のご意見いただきましたし、まだ今後に向けてですね、こういう点は配慮すべきであるという未来志向のここまでの議論をまとめるというだけじゃなくて、やはりこういうこの機会ですから、せっかくこれ有識者の方、また私学がの関係者が集まる機会もあったので、あったので、そういう機会も設けたいと思いますので、今回で本委員会終了とする予備日開催させて、今度は短時間になると思いますが、もう一度3月22日に開催の上、報告案をまとめさせていただくということで、よろしいでしょうか。です。次回最後だよということを言わないままここで打ち切ると、なんかこう、もやもやして残ってしまいますので、22日はマンボウも開けていると思いますが、22日にもう一度ご意見を、ですから繰り返しっていう、蒸し返しとか繰り返しではなくして、これまでを踏まえて、あとここを今後に向けてとか、こういったところを経過としてしてとか、そういった、まだ言い足りなかった、そういったところをいただきたいというふうに思います。ただ次回の会議までもう期間がございませんので、本日のご意見を入れた、
改訂版をお出しするという時間がございませんので、このまま使わせていただくことにして、それを前提に今申し上げたような、今日の延長としての、お時間を、頂戴をしたい。当日いろんな会議等と重複しておることも聞いておりますので、次回夕刻1時間半か2時間という限られた時間になりますけれども、開催をさせていただきますことをご了承いただきたいと思います。よろしくございますでしょうか。ありがとうございます。そういうことで、本日のご議論は以上とさせていただきまして、次回そういうことで会議を開催するということでございますので、事務局からご案内をいただきたいと思います。よろしくお願いします。本日も大変長時間にわたる活発なご議論をありがとうございました。今、主査の方から説明ありましたが、前回の会議、資料8においてもご案内をしておりました、第6回会議、予備日を活用して、開催ということでお願いをしたいと思います。3月22日火曜日の16時30分から18時30分ということで、改めてまたお集まりいただくようお願いをしたいと思います。詳細はまた担当の方からご連絡をさせていただきます。よろしくお願いします。はい。次回の、また次回、資料で、ご紹介が漏れていたものも次回、改めてご紹介させていただきたいというふうに思います。内容をお知らせしましたけど、知事会の資料の発信日、並びに発信者名が漏れておりましたので、そういったところ、資料の、調整もさせていただきます。すいません。遅くですが、知事会の資料は昨日ですね、全国知事会さんの方から私ども提出があったものということになります。はい、口頭で。ありがとうございました。また、教職員組合連合会の方から、大変重要な、地位を占めている教職員というですね、学校の教職員という、大切な、立場から日々、いろんな業務に、従事している、皆さん方からも、建設的なご意見を、いただきましたこと、改めて、御礼を申し上げたいと思います。今日のご議論の中でも適宜取り上げて、いただいた方もいらっしゃいましたし、また、改めて読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは、本日、皆さんから頂戴いたしました時間も迫っております。本日の会議は以上とさせていただきます。なお、次回は1時間半か2時間のところでまとめとさせていただきますので、言い尽くせなかった事柄等があります場合には、あらかじめ書面で事務局にお送りいただければと思いますので、よろしくご配慮のほどお願いをいたします。本日も長丁場になりました。どうもありがとうございました。年度末お忙しいところ、あと1日よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。